スリー・トゥー・ワン・ゴー・シュート始まってますねはーいはーいよう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 お,お久しぶりでーすー始まりましたはいなどトークですね よーっね実にまたしても9か月ぶりとかのそうだね、えー、前回がね7月去年の7月でございます去年,去年の7月だいやーご無沙汰しておりますまあね井上さんの声は皆さんで、ね、ウォンクレディオとかでね聞いてるかもしれないですけどね、はい、ウォンクレディオも時々あの制作期間中休みがちだったもんねそうだね えー、ということで、久しぶりに、えー、ウォンクの井上寛と、えー、メルロー安藤浩平でお送りするエピソードセッションズ・プレゼンツ・ナードトークということですね。えー、なんか前回も確かさ、あの、何昔のことを知らないと人用に説明をしたよね。確か前回も、ね。ああ、そうですね。じゃあ、説明しますか。<laughs> はい。 えー、エピストロフプレゼンツ、ナードトークということで、あのエピストロフセッションズプレゼンツ、ナードトークということなんですけども、えー、とエピストロフっていうのは,のは、えー、音楽レーベルでございます。はい。あの、僕は Wonk というバンドでベースを弾いてるんですけども、はいはい、その Wonk っていうバンドがいたり、 この安藤浩平ことメルロー、うん、メルローこと安藤浩平、まあどっちでもいいけど、が、えっ、ー、と、ソロ作を出していたり、する、する、音楽レーベルです。すはい。で、他にはね、あの、新た光ソロ作とか、ううん、うん、ボンクのドラマーのね、新た光ソロ作とか、えっ、ー、と、キキビビリリ,リー。うん あとかつてねあの作品出したので言うとあのスイートウィリアムとジンメルウサギクのアルバムだったりとかあとは、えー、いつもねエピストロフのこのチャンネルではテーブルビーツっていうあのビートを作る人たちがこうかっこいいビートを流したり作ったりする、うん、企画があるんですけどそこのね、えー、フェンネルコリアンダー、まあ、ベシャさんとか、はい、まあボールヘッドさん、うん ダーマくんと,とかね。そう、いろんな人がこう、ちょいちょいと関わっている音楽レーベルです。は,い、はい。で、そのまあ、レーベルの、えー、まあ、その、ウォンク、メルローとか、まあ、そういう垣根を越えて、とりあえず、えー、しゃべくりが好きな二人で、えー、ラジオを始めようということで、始まったのが、このナードトークという番組でね。はい。そうそう。まあ、なんかいろいろ、その、なんだ、レーベル、エピストロフの、 最近の話だったりとかをまあいろいろしていこうという企画ではあるんだが、あのー、もうもはやね、そんなね、去年の7月なんて遡ると大変ですから、すごい。<laughs> そうねそう。今年にたどり着けるかわかんないからね、放送中に。はい、そうだね。そう、なので、まあ、今日は、えっ、ー、とー、そうだな近か、近いところから話をして遡っていきましょうか。はいはいはい。 かこり遡りスタイルね。そうそうそう。で、まあなんかいろいろ、あとね、今日ね、なんと、まあこの、ビストロフとかね、ちょっと、ウォンクとかのファンの方なら知ってると思うんですけどね、今日ねあの裏かぶりが <laughs>、<laughs> はい裏かぶりがあってですね、はい。えへ、ー、あやたけくんがラジオ <laughs>、ラジオやってるっていうね、はい。そうそうね、あの、9時からだっけ 富時、うん、うううから NHKFM でねやってるんですが、えー、まあまあまあ、まあ、あのねこういう仕事してればかぶることもありますよそうなんですそうそうしょうがないんですけどまあきっとどちらもなんていうまあ「n ードトー k はえっ、ー、とアーカイブが残るしはい。 きっとあえたけのもあのラジコのタイムシフトとかで聞けると思うので、うん、まあ、遅から早から皆さんどっちを聞いてくれるでしょうと信じてね、やりましょうかね。はい。は,い、はーい。ということで、えー、っとね、まあせっかくなんで、だから途中でね、いなくなっちゃう人もいるかもしれないんで、最初にね、1個、えー、質問というかお便りを1個先に読んでみたいと思います。お 唐突にお便りスター,スタートそうちょっとあのねあの途中でいなくなる人もいるかもしれないからねはいはいはい、はい、えーっとですねどうでしようかなああゴールデンウィークはお二人はお休みがあるんですかっていう何をど,どんな予定ですかっていうのを二回<ー>ねそうもうね G だぼ G ダボ初日ですよ昨日が昨日が初日でそうだね街、ね、は浮かれ上司ですけどねはいはいはい 井上さんんどうなんですか<や>は僕はえー、ゴールデンウィークはやっぱりあのあ僕会社員もやってましてはいはいあのね会社の方でも音楽を作ったりしてるんですけど、うん、あの会社の仕事がまあなくなるっちゃなくなるからそれを休みといえば休みなんですがなるほどあの別にだからといってそのねウォンクの仕事とか他の <laughs> あのいろんな仕事がなくなるわけじゃないから <laughs> そうだねなんか心持ち的には別に何も変わらんかなって感じうーんなるほどですかね僕はい意外とねゴールデンウィークそんなになくてね俺もうんそうあのウォンクさんとねあの六本木の六本木ヒルズのね はいはいはい。今出るのと出るのぐらいか。まあその間にもね、まあいろいろとなんかあの内職はしてるんだけど人前に出るのはねその日だけでね、意外とのんびりなゴールデンウィークを過ごせそうだなと思っております。はい。でもね、とはいえ、なんか 休もうと思えば休めるフェーズに入っちゃうのよね。なんつうの会社で拘束されないから。うん、まあいいやってすれば。まあいいやってすれば休めちゃう。うん、まあこれ多分ミュージシャンで自営業の方は皆さんそういう毎日だと思うんですけど、僕はこ,この感覚は新鮮で。ただ後ろにどんどんこうタスクが山積みになるじゃん。<laughs> そうだねそれやってると。うんうん、だから、 これでも本当に毎日これの選択を迫られる自、JA、衛の方は大変だなと思ってますよ。まあでも逆に言うとだからやっぱりあの休暇もね自分で作らないとねだからその会社みたいにさ有給を消費しなさいとか言ってくれる人いないわけだからそうそうまあそううまいうのは大事だよね、うん、どちらもそうだよね仕事するのも自分だし休みをちゃんと作るのも自分ですからね。ううんうん、うん いやー大変よね。<laughs> だから今日、うん、昨日、今日はちょっと休んじゃいましたね。うん、ああ、でも僕もそうですね。昨日はあのずっと遊んでたし、今日はあのいろいろとちょっと綾竹さんに振られた仕事を一生懸命やってました。なんかね、昨日、今日はね。 すああんじゃった昨日、で最近、あの、これ、安藤君はマーベル好きじゃないですか。あ,あはいはい。大のうで、うんで。僕はマーベル、マーベルって、あの、アメコミのね。アメコミのね。あのまあ、というか、もう今の話としては、まあ、映画ってことでしょああ、そう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 。あの、最近、マーベルの映画に手を出した。ああ、うん、大変だよ。いや、大変だよね。だから、<laughs> あの、 そのマーベルのその公開順じゃなくてその出来事の時系列順で見ることを決めて、うん、ああなるほどそうそうそうでその時系列順で今1から見てるんですけどうんうんあのー、今だいたいどこら辺まで来たかなえっ、ー、と、えー「キャプテンアメリカウィンターソルジャー、うん」あー見たを見たおおだいぶ来てますねうん で、なんかね、うん、俺今までだからみ、あの、マーベル作品はほぼね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーしか見たことなくて、うんうん、あれ、なんか、冒頭からさ、アース・ウィンド・アンド・ファイヤー流れたりとかさ、結構、ね、音楽の使い方が好きで、いい映画だなと思ってたんだけど、うんうん、なんかマーベルってそうなんだね、全部。うんうん、ああ、まあそうかもね、なんかあの、意外とか軽いというか,か、軽めというかね、やっぱりその、 アイアンマンもまあ ACDC がきいにかかるしなんかやっぱそういうちょっとアメリカンな大味みたいなね <laughs> そういうのはあるねいやだからあなんかシ,リシリーズによってちょっとなんていうのこう知りやすめなシリーズと明るいシリーズとあったりとかするからね、うん、うん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 そうだよね、うん、いやそうだから割とねもう この2日、ゴールデンウィーク満喫したかなって感じ。ああ、いいですね。まあ、あれあの、急がないと、あの、それこそ4日から、うん。あの、マーベルの最新作のドクター・ストレンジ2、<ー> 2> マルチバース・オブ・マットネスが公開ですから、急いで。<laughs> いや、もう全然間に合わない <laughs> <laughs> もう死ぬ気で24時間見続けても行かないんだから、そこまで。そうだ、ね、確かにね。ちょっと多すぎるよね。多すぎるね。 しかもあのドラマとかがドラマとかも見ないといけなくなっちゃってきてるからディズニープラスにあるものを全部見てないとなんかまあまあさすがに分かるような作りにはなってるとは思うんだけど、うん、理解の,その深さは多分だいぶ変わるだろうなと思ってどんどんハードルがもう「スター・ウォーズ」の日じゃないぐらいのハードルになってるよねマーベルは、はい、そうだよね、うん、ちなみに安藤君は誰が一番好き ああ<ー>。キャラで言うと。キャラで言うと、いや、俺はなんかもう、なんていうか、そのヒーローサイドというよりかは、俺はあの、トニー・スタークが好きだね。なあ、そうだろうな <laughs> そうだろうななんか、ね、ひょうひょうとしたおじさん好きだから。ああ、うん。うん、そうだろうね。まあ、トニー・スタークが一番かっこよく描かれてるよね。正直、ねうん、映画シリーズは。うん。うん、そうだよね。井上さんはどうなんですか いやあ、俺も映画、今のところはトニー・スタックが一番好きなんだろうな。うんうん、でもね、でもロッキ好きだね、かなり。ああ、なるほど。ほうほうほう。でもう今、あの、ロッキの単独作品が結構1年前ぐらいに出た,、ね、出たじゃん。うん、で、それかなり後の方で見なきゃいけないはずなのに、うん、もう見たくなってるもんね。ああ、なるほどね。やっぱ結構ね、ロッキは魅力的だけど、いや、でもあの、 ちゃんとあのとりあえずそのアベンジャーズのフェーズが全部終わるまで見ないとつながないよあじゃあちょっとが <laughs> 我慢しますわエンドゲームまで頑張って <laughs> いや,い,やいいですね、はい、まあなるほどまあというわけでゴールデンウィークはそんな感じということでですね、うん、そうでまあ最近の出来事としてはまあいろいろあのー、ねウォンクさんも新曲を出しうん えー、私はワンマンを発表しまして。あ、そうだ。そう。メルローワンマン。6月17日に。よくよく考えると4年ぶりのワンマンっていうね。へえー。そうそうそう。なんかライブはしてたから、ぽちょぽちょとなんか。そうだよねや。しかもなんかそんなになんていうの、短くないイベントっていうかな。そのなんか20分、30分じゃなくて、結構1時間ぐらい配信とかでさ、うんうん 50分とかやれるライブやってたから、うんうん、なんか全然そんな気してなかったんだけど、意外とこうワンマンでがっつりみたいなのはね、4年ぶりということで、うん。そうそう、すごい、今から楽しみ。しみね、これだ、えー、6月17日金曜日、えー、<う>ライブアットマーズ、えー、<う>新宿マーズですね。火星のマーズじゃなくてね、ね、これなんかいいね、ライブアットマーズっていう。<laughs> <laughs> いいよねデイビッド・ボーイカーって、ね、いやいやそうまあメルローのコンセプトにもねあって,ていいですね、うん、っていう感じの、はい、そうそうそうこれはねまあ気合い入れてやるんでねそうお楽しみにで同じ日にウォンクはね札幌にいるんだよねそうなんですかぶりでねそうそうそうまあまあ札幌と東京なんでかぶりっていうかあれですけどまあねそうですね そうそうそうで、結構ね、俺ね、今日ょう、いろんな人がね、この質問箱でも聞かれたので、うん、ちょっとあのちゃんとこう言っとこうと思うことがあってですね、お<ー>えっとね、ウォンクのツアーに態度しません、私は。ああ、それね。<laughs> そうそうそう、えー、と、今回のツアーは、まあ、コンセアルバムのコンセプトもね、まあ、4人、4人の手が、だから、1、2、3、4、5、6本、6本と歌っていう。うん <laughs> 中津和健人の手は2本空いてるけど、その他6本の手でできることをやろうっていうのはね、割と根底にあるという話を綾竹さんから聞いたんですけど、そうなんですよね。そうですね、これ発表してよかったのかなわかんないけど。そ <laughs> わかんない、分かんない、ちょっとわかんないけど、うん、あ、でもそう、メルローさんは出ないっていうことはね。うん、そうそうそうあの。少なくともね、裏かぶりしちゃってるし。そうそうそう。ただ、うん、その、あの、ツアー あのー、これちょっとややこしいんですけど、うん、アートレスツアーとビルボードでやるシリーズがあってうん、うん、あのー、これは別なんですよねはいはいはいなんでアートレスツアーには帯同してしないけどもしかしたらね他のライブでその一連の流れのライブのどっかにはねうん、うん、来るかもしれないみたいな、ねうん、とかまあなんかそういう感じですね にぎやかし担当でね、えー、行く可能性はあるということです。そうなんです。そうそうそうとりあえずねみ、いろいろね、聞かれるんですよ。うん、そのなんか、ツアー、ツアー来るんですかみたいなのを聞かれるから、これ、うん、は、ウォンク、意外とね、あの、バンド構成のね、発表が遅いんですよ、いつも。<laughs> うん、そうね。確かに確かに。早めに言っとこうと思って、えーっと、今日はここで言っときました。うんうんうん。はい。で、そうだね、新曲も出た。 もんね、文句はねそうだねあのミグラドリーバードっていう曲うん、うん、まあアートレスっていうアルバムが5月11日にねリリースするんですけども、うん、あのー、その中のシングルカットっていうことでミグラドリーバードねうん、うん、曲をリリースしまして、えー、それをねなんか聴いてくださいのこの間 <laughs> この間はあれだったね。この間のウォンクレディオはもうアトモスの解説会だったもんね。うん、あれは、ね、あの曲はだからあれ、あれあれだよね。カンちゃん曲なんだよね。そうです。僕が作った曲ですね。いい感じの,いい感じのギターの曲でしたね。そうそうあ、ちょっと,ちょっと話さかのぼっていいなんかそのビルボードと アートレスのツアーが別みたいな話でちょっとねあの混乱させてしまった可能性があるので言っておくと公式の発表を待った方がいいかもね。で、そ,ね、そのサポートメンバーが出ない回と出る回がその1年のライブの中でもちろんあると思うんですが、うんえー、僕がはっきり言いたいのは、うんえー、どっちも絶対最高にしますよっていう、まあ。そうそれはそうですね なんでまあ、あの、ライブって言ったら、そういうライブだっていうことがわかるのが楽しみだから、あ<ー>まあまあ、あの、どちらにせよ楽しみにしておいてもらえるとなっていう。ね、それはそうですね。うん。そうそうそう。はい。なんでまあ、あの、ライブの内容がどうなるかは僕からはちょっと言わないんですけど、うん、それは、 まあ公式から発表されることだけで皆さん楽しみに来ててください。はい。さあ、ということで、そう、そのねなんなんとか、なんとかかんとかバードってどういう意味なのミグラトリーバードはね、渡り鳥的な。おああ、じゃあなんか別にその、なそのカラスとかそういうのじゃなくて渡り鳥全般のことなんだ。 そうそうそう。ああ、なるほど、なるほど。まあ、ミグレーション的な、あの移民。ああ、はい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 。なるほど。的なミグラトリーっていう意味があって、はいはい。それの鳥。ああ、なるほどね。渡り鳥っていう意味で、うん、あの歌詞の内容はね、あの、うん、まあ、ケントからなんかまたどっかで発表するというか、語ることがあると思うんですけど、うん、あの、こう、失恋した、うん かからちちょっとこう立ち直るかなーみたいな微妙な温度感の曲なんだけど <laughs> なるほど <laughs> そうそうそうまあそんな感じの曲でいやサビがサビのねチェンジがいいっすよね本当にいや俺は本当にあのなんかその初めてその何新曲やるぞっていうリハの時に聞いてあのこれ歪みで聞いたらニッケルバックみたいな話をしたと思うんだけど割とあの あのなんていうのあのそれこそ,それだからパワーコードで弾いちゃうとすごいポップでキャッチーになるんだけどなんかあのまあちゃんとそうなんていうのあのパワーコードだけじゃなくて弾くからうん、うん、シャレてるっていうかなんかなんていうのなんかあのー、まあそれこそメルドーがちょっとそういうロックの曲カバーしたみたいな気分もあるしねなんかいい塩梅 シンプルだけどいい？塩梅だなと思って。うん,うん。いやーなんかね。ここ最近その？うん、そなんつうの和製。和製を凝るみたいな。うん、そのコる方面をちょっとこう。見直そうかなって、自分の中でテーマがあって。ほうほうほう いやうん、和製もそうだし編曲もそうなんだけどなんかこう、うん、こういうコード進行で、うん、いやあんまないよなみたいな風なオリジナリティでの持たせ方を、うん、ちょっとここ最近ずっとしてたからうん、うん、それを一回やめようかなと思って。ななるるほどね このコード進行をやってるやつはあんまりいないだろうなっていう作り方とかこれはこの進行にオリジナリティあるなみたいな曲じゃなくてなんかまあケントの歌声とか歌詞とかまあ自分の弾き方とかねその他のメンバーの楽器の弾き方みたいな相対でオリジナリティを出していくのがなんかこういいのかなっていうのをすごい思って。 っててなるほどなるほどそうそうそうだからすごいシンプルでも自信を持って自分たちの曲でこれは僕らのオリジナリティある曲なんですっていうふうに言えるみたいなことをねなんか自分の中では勝手にテーマにしてたね、うん、そうだよねウォンンあ,、ね、あのドミナントセブン <laughs> あそうそうそうこれちょっとあのナードトークなんでねあの、うん、かなり深いところまで話しますけどうん、うん、そのドミナントセブンスっていうね、まあ、コードのポジションというかなんていうコード役割があるんですけどね、うん、その役割をするとすごいいなたいサウンドにこ、まあ、そう聞こえるブルージーというかねなんかまあこてっとした感じになるよねそこうんそうそうな感じ、ね、そう,そう,そう,そう あのそうそれをするとうわちょっと恥ずかしいみたいな <laughs> 感覚がね <laughs> そうそうそうもう洗練された和音じゃないと嫌だみたいなところがね結構あったよねそうそうそう,、ね、そうなんですけどまあそういうのを一回見直すっていうかまあそう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 いう木に自分が入ってたああなるほどねうん いいですね。まあ、アルバムの他の曲も楽しみですね。はい、楽しみにしててください。11日だっけ ?11 日に出るんだっけね。そう、5月11日です。おー、楽しみですね。言うてる間ですね、きっとね。うん。さて、まあ、そんなことがあって、その前は何をしてたかというと、何してたああ、 ファンシーさんと台湾ね。はいはいはい。あれはね。はガーデンホールか。ね、そう、うん、エビスガーデンホール。で、あの、ファンシーさんとツーマン。うん、で、オープニングアクトはね、あの、マンスリームニューカレドニアってバンド。おお、すごい。今、どう頑張っても、まあまでしか分かんない。<笑><笑>がやってくれた、まあ、実質3組、三つどもえライブがあったんですけど、うん、そちら、 そこはね安藤くんも行ってもらってそうそうそういやーなんか面白い大盤だったよねなんか、うん、まあなんかヒップホップ大盤だとこうまあなんだろうドングリーズとツーマンとかもあったけどまたちょっと毛色が違うというかねうんうんうんそうそうすごい盛り上げに盛り上げしたもんねねすごいいや,ーな,んいやーなんかねそう,そうそうすごいよね ああいうなんか結構お客さんの方にグイッとこう行くっちゅうか、うん、ねえそうそうまあだからなんか今やっぱりこのご時世まだ声出しができないからさそうだねそうだからこうなんかコールレスポンスみたいなのができないじゃんうんそうそうだからやっぱりなんかああいうなああいう芸,芸風というか,なんていうかねえそういうなんかわっとこうお客さんと一緒に盛り上がろうぜみたいなのってさ結構 今まだ大変なんだろうなと思うんだけどさ、そこでこう心が折れちゃう人もいるだろうしさなんか、シュッとやっちゃおうっていう人もいるだろうけど、うんうん、結構ね、みんな結構あの日はグイグイ,だ,グイ,グイだったね、皆さん。そうだね,ねあれ。あれは、えっと、配信はなかったっ配信はなかったね。なかった,なかったのか、そそそそうだね。 そそうそうだからあのミグラとリバードとかもやったよね、うん、瀬戸リでは、ね、そう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 とかもやったり新曲をね散りばめていって、うん、だいぶなんかその瀬戸リの感じも見えてきてうんねいい感じでしたよねウォンクとしてもねそうそう新曲も、まあ、みんな体に馴染んできて、うん、いい感じのライブだったなあ、うん 俺は、まあ、<あ>うんどうしたあ、いやいやいや。あの、ワンマンでも、うんワンここれからのワンマンでもガーデンうんホールうううんんん使うからさ、なんか、あそうだねこういう感じの場所なんだなっていうのをつかめて、すごい良かったです。うん俺はなんか個人的にはああ、あの、あれあの、ちんざさんとね、 こうキリンジのライブぶりの再会で、うんうんうん、あそうだよね。そう,そうそうそう、お久しぶりですと言って、なんかやっぱりね、意外とね、ラッパーの人とかにね、フルートの受けがいいんだよね。ああ<ー>、<laughs> やっぱりね、ネタとしてよく聞くからなのかわかんないけど、確かになんかね、ATCQ とか、うん、なんかそこら辺の90年代ヒップホップにはね、よくフルートのフレーズとか使われてるんでね。うん フルート渋いっすねみたいな話にまなったりとかしましたね。うん。うん、まだイベント系が、4月はイベント系が多かったのかなそうだね。4月っていうか、その前があれか、意外とすっ飛んで、あれだもんね、あのー、折り紙祭。ああ、そっか。ライブでは。 あれタ川チカワに行ったのっていつなんだあ,あ、そ,れそっか。それ俺がいなかったんだ。あ,あ、そっか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 。あのね、そう、折り紙祭の次に、あの、クラフトロックだね。そう、クラフトロックフェスってタうチカワでやるライブがあって、そ,ね、そこは、なんか広かったんでしょ、<に>会場が。そう、めちゃくちゃ広いホールで。ええー。すごい、まあ、綺麗でね。うん,うん。あのー、何を隠そう 僕は立川の高校にずっと通ってたんで、うん、めちゃくちゃなんかエモ体験だったわ。ね、高校のある場所で、母校のある場所でねライブするとかね、うん、エモ体験でしたわ。いやー、いいですね。なんか地元の友達とか来ましたうん、なん、地元っていうか、まあ、その高校時代の友達も何人か来てくれて、<ー>その後ちょっとみんなで会って。おー なんかね、いろいろ話したいで、そう、これなんかね、あの質問箱に、うん、ちょっと、脱線じゃなくて、質問箱に行くんですけど、うんうん、えっとですね、いろん、その、まあ、立川じゃないけど、高校の時長塚さんとバンドを組んでたとお聞きしましたが、それが人生初バンドですかっていう質問があって、うん、そうなんです、何を隠そうね、高校時代から。 ウォンクのボーカル長塚とはバンドを組んでまして、うん、あの、だからちょうどその立川時代ですよね、僕の。はいはい。あれなんだっけ、ケントのお姉ちゃんかなんかともやってたんだっけそれが別のバンドそうそうそう。いや、そうそうそう。で、ケントとなんでバンド組んでたんですかって質問も来てて、うん、まずちょっとまとめて、そのね、立川時代の思い出をね、うん、話すと、そ僕と、 が高校1年生2年生ぐらい1年生かな2年生かなちょっと忘れたけどぐらいの時に、うん、そのケントのお姉様と <laughs> あのバンドを組んでたんですよ僕は実は<ー>あのでそのケント姉と一緒にこういろんなライブやってたりして、うん、そこに現れたのが長塚ケントだったといはい、はい、でなんか 弟いるからちょっとコーラスやってもらうわみたいな流れで、うん、そのケント、姉がね、うん、言ったんですけど。姉がもともとボーカルだったってことそうそう、姉がボーカルで、それで、あの、何だったかな、コピーバンドだったから、誰かの曲、あの、えっ、ー、と、何だっけな、すごい有名な J-POP の曲で、そばかす。えー いや違う。丸のうサディスティック違うもっとなんか静かな曲で。静かな曲あ三日月。月三日月,あ,三日月ああ、ああ、あやかそうそうそう、あやかさんの三日月っていう曲をや、あの、その、健藤のお姉ちゃんの、あの、いた高校での文化祭。うん、それはまた、あの、僕の母校とは違うんですけど。で、なんか、やるってなって。 で、その曲にコーラス入れていいって言って、うん、で、確か本番当日に来たんだよね、ケントが。おそこであの、本番に突然やってたそうそう,そう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 。<ー>で、本番当日に、その、だから、三日月をやる感じのバンドよ。うん,う,んうん。だから、ちょっとしっとりした曲もやるみたいなバンドなのに、うん、なんかギャルを全開のファッションで、<laughs> 弟が来て、え、うん、チェスみたいな。<laughs> コ,コーラスやらしてもらいます。みたいな感じで来て。うんうん、ステージにこんなギャロをいって大丈夫なんかみたいな。<laughs> <laughs> そんな感じだ。った、ね、あそんな感じの出会いでした。で立川ワと立川の長塚健人との思い出ということで、ね。そう,そう。でまあそこからね健人と、また別のバンドをやることになったり。したりみたいな。うん、な,るなるほど、なるほど。 いやケントはね、当時から声は良かったけど、うん、歌がうまいっていう感じではなかったかもな。ああ、なるほど。あまあ、いろいろ彼なりなこう<う>進化を経て、そうそう今があるんですね。そうそう。なんか技術的にはうまくなかったかもな。あなるほどね。カラオケでは上手いんだろうなって感じだった。ああ、はい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 。カラオケで歌が上手いギャルをだ。そう <laughs> そんな、そんな感じでした。<laughs> なるほどなるほど。うん、それは立川の話。うん、で、何何か面白い話あったっけ何かあったよね何か言ってたよねえ、立川のライブで何か,か言ってなかったっけ面白い話、えー。ケントが働いてたマックに行った。<laughs> <laughs> いやそうだそうだ、マックのバイトしてたって言てたね、昔そうそうそう。いや、そこのマックがさ、うん、なんかもう、全国で売り上げナンバー何みたいな、お<ー>超忙しいマックで、うん、もういつ行っても混んでんのよ。うんうん、でも高校生も大学生もいろんな人が来るし、うん、でそこでなんかね、ケントはしごか,しごかれ、<ー>なんか最強のマック店員になるべくしごかれてた、日夜。 じゃあそのマクドナルドからね、もしかしたらね、その料理に目覚めたのかもしれないね、うん。うん。かもね。いや、違うけど、多分違う。<laughs> 多分違うけど。<laughs> で、まあ、それの前が、えー、っと、イーストで、これが折り紙祭か。うんうんうん。折り紙祭はなんか久しぶりにいろんな人に会えたね。なんかね。いや、本当にね。あの、折り紙、折り紙プロダクション。 っていうのはうん、うん、のは、まあまそれもね、レーベルで、うん、オーバルとかね、カンサノさんとか、まあまあ、いろんな素晴らしいアーティストが所属してる、うんうん、まあ、まあ、エピストロフと似たような、何だろう、すごい非かしい音楽性というかね、うん、なんかがあって、うんうん、僕らもその折り紙みたいな背中を見てレーベルを作ったりしてたわけですけど。うん なんかその記念のライブにね、周年記念に呼んでいただいて、本当に、いやあ、あれもあれでえもかったな。うん,うん。いや、だし、なんか、結構本当になんか、久しぶりだったな。っていうか、なんか、パトリックとかもいたしね。あ、そうだね。あの、あと、えー、っと、今は名前変わったけど、ひろあきさんとかね。ひろあきさんね。うん、そうそうそう。とかもいて、 うんうん、もうひろあきさんとかさパトリックとかって、うん、僕らが渋谷のあのアンダーディアラウンジっていうライブハウスがあって、うん、そこもうキャパ何人ぐらいだろうあそこ何人まあでも数十人ぐらいうん、うん、100いかない百0った結構た大変だよねあそこね,ねぐらいのあの箱でねあのやらせていただいてた時からね、うん あの台湾にはヒロアキーさんとかいてでパトリックもトランペットでね音楽に乗ってもらってみたいなそう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 そんな時からの先輩、うん、そうそうそうえー、いやだからなんかオーバルとかもさ、うん、なんだろうなその大なに名古屋に俺まだ住んでた時にライブとか見に行ってたのよ あーそうだよね。それ、うん、で来るってなったら。そうそう、うん、俺もだから、大学生の時に、大学生のそのバンド友達と一緒に、J.G. ブラッドに、渋谷の J.G. ブラッドに、そのオーバル見に行こうっつって見に行ったりとか、うんうん、いや、本当にね、んか一緒にライブやれてるのも、カンブリオだ、執念に呼ばれてるのもね、ねすごいことなんですよね。えー いや、なんか、最近さ、まあ、あとでさ、ちょっとまあそういう話増えてくるけどさ、うんうんうん。なんか、よくよく考えると、ぎょっとする仕事あるよね。なるほど。いやいやいや、だから、それこそ4月にリリースされたので言うとさ、えー、カタルシスはい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 。うん、いや、ぎょっとするよ。いや、ぎょっとするよ。あの、俺、これ、多分、ウォンクレディオのインターフレームでやってた時代。うん うんうん、か、どっかで、なんかのラジオで言った気がするんだけど、うん、あの俺が初めて聞いた CD というか、あーなんかそんな話あったね。そうか、スマップのベスト、ベストのベスト、あったじゃん。うん,うんうん。着るほのベストのベスト。はいはいはい。だったんでね。だから、いや、ぎょっとするよね、なんか。 いやなんか普通にさ<あ>リリースしましたみたいなさ、うん、こう告知とかするけどさえなんだこれって自分でなるもんね <laughs> いやなるだかられ冷静になるとね、うん、やばいよねなんか,、うん、か作ってる時はさとか一緒にいる時は冷静じゃないから香取さんとねいる時はいつも制作範囲みたいになっててうん、うん、はいはいはいまあ私なんかこうねあのちょっとこう緊張感緊張感っていうかなんかこう やっぱり作ってる以上はこうなんかアーティストとしては対等というか、うん、一緒にものを作ってるって感じだから、うん、別にそんなねいちいちこう恐れ恐れ多いみたいな感じで接してるわけじゃないんですけど、うん、やっぱふとこうねした瞬間にえやばってな,なるよね。うん、まあだから俺は 逆にさもっと言うとさそんなにえっ、ー、と本のレコーディングの時っていうのはまだ大体ご本人様はいないからさはい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 そうだねそうそうだからあの,あの和田明子さんの曲とか香取さんの曲をウォンクとやったじゃないだけどなんか本当にみたいな なんかあんま現実感 <laughs> みんなは合ってるけどさ確かに確かに会って目の前にして対峙してさおお本物だおよろしくお願いしますってなってるけどうちらは別にウォンクと仕事してるウォンクがクライアントでうちらソーシャってプレイヤーでっていう感じで行くじゃんああそうそうそうだからさなんか、えー、なんか本当にこれあなんか出来上がってさわあすげえみたいな <laughs> いや本当だよね。えー、いやー、すごいことだよ。そうそう、いやいや、なんかすごい、なんかね、仕事って感じで、こうやって、迎え合ってこう、まあ、過ぎ去っていくじゃない、やって、録音して、それで、なんか、何日にリリースしますって,って出て、うんうん、おーってなって、みたいな、なんだけど、一つ一つかいつまんで、よくよく考えると、なんか、すごいなってな <laughs> いやー、<laughs> すごいですよ。えー 本当にありがたいことにね、<ー>そういう現場いろいろありまして、で、今日なんとあの、うん、えっと、ケント・ナガツカが、ああ、そうね、言ってたね。そう、その香取さんのね、明治座の公演、今、ずっとまた長期でやられてるんですけど、うんうん、そこにゲストで、ケント・ナガツカが出現して、ね出現してね。出現してね うん、歌っていたようです、えー、あ別に他のメンバーは見には行ってないんだ、うん、そうだね今日はあのメンバーは多分今日は行ってないんじゃないかそう遊びにはい、行きたいなと思ってるんですけど今日は行ってないかもなるほどなるほどいやーすごいことだねそれもねなんかあのー、えっ、ー、とコーラスにさ ちゃんさきいるよねあいるね。それもさ、意味わかんないんだよな、俺からさ。あの、ちゃんさき、ちゃんさきっていう、なん、なんていう名前で。早川さきでしょ。早川さきで活動してるのかな。ちゃんさきは、あの、某バンドの時の。ああ、そっかそっかそっか。あの、コーラス、ウォンクの、あの、フラワーズとかでレコーディングしてくれてたりとか、ウォンクがずっと、 初期の方でね、コーラス入れてた時に、うん、ライブでコーラスしてくれてたりしてる、その、まあ、早川咲さ,さん、僕ら、ちゃんさきって呼んでるんですけど、うん、が、あの、明治座の香取さんの公演に、コーラスでいた、うん、いるのかない,、うん、いるよね,いるね、いるね。そうそう、それも、あの、俺からすると、マジで意味わかんないことで、<laughs> 僕とちゃんさきは、 それこそ、ケントよりは後だけど、もう大学1 2>、うん、1> 2年からの付き合いなんですよ。うん、あの大学に1、2年ぐらいの時に、そに、バンドサークルでこうバンドやってて、ちゃ、うんでチャンスは違う大学の、ね、サークルだったんだけど、うん、まあ近しいような音楽をやってるサークル同士でこう一緒にライブやろうみたいな会があって、そこで知り合って、もうそこからだから、そのなんだ打ち上げで。 なんか俺で飲みましょうみたいな、うん、そんな感じの時からの付き合いだからなんかね意味わかんないんだよねまあでも逆に言うとあの例えばあのウォンク初期ウォンクコーラス3人集の中ではさ、うん、一番なんかそのそういうちょっとサポーティブなところにいるもんねうんうん、うん、そうだねあの NK はなお河村つってやってて、うんうん、で、大坂さんは最近ソルマナになって、そうだね。そうそうそう、チャンス先は結構あの、いろいろ、いろんな現場でね、活躍してるもんね、そういう、かなりお大きいところでね、うん。コーラスのプロフェッショナルって感じよね。そうそうそう。いやー、すごいよな、なんか、うん、すごいです。そうそう、俺もあの、今のその、 えー、香取さんの明治座の公演は、まあ、後ろの保音の若手チームが割と知り合いで、知り合いだったりとか、まあ、なんかいろいろ結構近しい人が多くて、そうそう、カタルシスの保温のセクションについて、あの、あ質問 LINE とか来たので、ね、<laughs> <laughs> これってみたいな <laughs> 連絡来て、そうそう。 まそうそうまああねねそんなこともありました、ね、だから意外とこうだしあの「なんだっけ東京 SNG」ってあのアルバム自体がさうん、うん、あのー、ジェントルの曲には佐世とかがいてドラム正直さんとかって書いてるわけでしょで実は川原さんあのメルロー・ホーンズのトロンボーの川原さんは1曲目にも入ってるんだよね。 そうそうそう。まあ、みたいな感じで、割とやっぱなんかこう、ジャズとかでくくった時に結構、近しい人がやっぱりやってるなーって感じはね、すごいあるアルバムだったね。そうだよね。いやー、素晴らしいアルバムでした、あれも。ね<え>そんなこんながあったね、そんな、ね、こんな。うん で俺はね、4月の2日にね、シンクロニシティに出てたんですよ、メンロで。はい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 、シンクロニシティ。シンクロニシティはウォンクでもお世話になったイベントで。うそう懐かしのね、あの、あれよ、イーストサブステージ。ううううん、うんうん、うん。ウォンクも昔、2017ぐらいの時に出てた。そうだね、あの、ホ、ね、ステージの横にある、ちょっとちっちゃいステージみたいなね。そうそうそうまあ、だけど、あの、スピーカーはメインから出るから。ううん、うん。 そうそうそう結構あの爆音でやりましたねいいですねなんかやっぱメルローって、うんね、曲その盤もいいけど、うん、やっぱライブなんですよねまあねそうそう<さ>さうんうん、てか安藤くんがやっぱねライブなんですよああライブなんですよなんで 皆さんね、メルローのライブとか、アンドんのライブとかね、皆さん行かれてると思うんですけど、うん、まあ、行ったほうがいいですね。<laughs> 来てくださいね。6月来てくださいねって感じですね。うん、そうそうそう、うん。そんなこんなですね。で、その前は何してたんだウォンクとしては高崎か。 高崎高高崎崎だ。高崎は<ー>えーと、安藤君と翔、うん、さんがいたかな、うん、そうそうそう。あれもね、まあ、あの、高崎のライブのことは、あの、ウォンクレディオでも結構言ってたんで、<ー>なんか、なんか、なんかって感じですけど、うんうん、なんだろうな、なんか言ってなかった面白話とかあるかな、うんね、ケータリングをみんなすごい持ち帰ってた話した <laughs> <laughs> してないね。<laughs> <laughs> <laughs> あの、<laughs> <laughs> あのどこのライブもやっぱりそのお昼のお弁当とかよ、うん、夜のお弁当とか用意していただいてありがたいことに軽食もありますっていう会場もあったりとかするんですけど、うん、高崎のライブは本当に全部が美味しくて、うん、いただいたお弁当とかをねそのね群馬は高崎の名物なんですみたいな、うん、弁当だったりとか、ね、あったりして。で ありがたいことに差し入れもね、いっぱいいただいて。うん、で、それが、なんか、まあ、スタッフの分さ、ね、方々の分とか、まあ、食べない人もいたりして余るんですよ、うん。だから結構、てか、まず結構お土産攻め殺しみたいになってたもんね。そうそうそう、ま,まずね。長机にもうサンドイッチは山のようにあるみたいなね、いろんな味の。そうそうそう。で、えっと <laughs>、それをね、あの、 まあ置いていくこともできるし、うん、っていうのもあるんですけどせっかく頂い,いてるならということで、えー、持ち帰るんですよ、うん、僕は基本的にだから、ね、あのお弁当とかね残ってたら別に、まあ、夜食だろうが次の日の、まあ、次の日の昼ぐらいまで食えるからねうん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 そうであのそれをこうやってみん,みんなでこれ持ち帰ろうこれ持ち帰ろうとかね、うん、なんかえやってたらあやたけが いや音楽で飯食えてますねとか。<laughs> <laughs> 僕ら音楽で飯食えてますねこれ、一週間ぐらい持ちますよ、とか言ってね。<laughs> <laughs> いや、本当だよなとか紙<ぶ>。<laughs> 紙袋にいっぱい詰めながらねそうそう。音楽で飯食うってこういうことだ、とか言って <laughs> そうであ。でも、本当にね、音楽で飯食ってるですね、うん、だからね<ー>。ね。<laughs> いやいや、まあそれが高崎の、いや、俺の、俺的な思い出だな、はい、いや、でも、実際それで2日、3日はね、音楽で飯食ってたんで。<laughs> 1回のライブでね、3日間ぐらい飯が食えるっていうね、うん、素晴らしい。素晴らしいです。うん、俺は毎日続けてればね、一生音楽で飯食えるっていうね、<laughs> ことなんです。そうですね。はい、そうそう。でね、えっ、ー、とね、その前日にね、 あれですよ、あの綾竹さん仕切りのね、バウンディのね、うん、俺ね、あのしだから渋谷の音2連続っていうのがあったけどああ、そうだそうだ、渋谷の音の、えーとまあ、エクストラみたいな感じで、うんあの、バウンディソロね、ソロ回みたいなのがあったんでね。で、その1週間前がウォンクだったね。そうそう、最終回っていうことでウォンクが出まして。うん、相変わらず演奏より料理の方が長いというね。<laughs> いや、本当にね。<laughs> <laughs> あの回僕,あの僕出ましたけど、うん、レースは弾きましたけど一、うん、回も喋ってないんでね渋谷 <laughs> の音に関してはそうだったねいやーすごいすごいあの料理の気に入られっぷりがすごかったよねいやーあーでもなんかその NHK にはまるんだろうねうーんそのケントのキャラうん、うん、何つうの <laughs> そのー うん、ちょっと難しいけど、表現が。でも、NHK のお笑いってそういう感じじゃん、ちょっと。なんか、ちょっと表現が難しいですけど、僕はサラリーマンネオとか好きで見てたんで、うん、なんかその、ね、NHK のお笑いセンスって、うん、そういう感じだよね。なるほどね。うん、うん あの時はなんかあの謎の4コマ漫画を描いたりとかいろいろしましたね。あそうそうそう。渋谷の音の企画で4コマ漫画、んだっけ違うな。何を描いてくださいっていう、ね。なんか春になったらやりたいことを絵で描いてくださいっていうので、うん、えっと、なんだっけ、1コマずつ描いていくみたいな4コマ漫画にするみたいなのがあって、そうそうそう。そうなんか ケンティーだけすごい逃げに逃げた <laughs> あのボールのアップで <laughs> 終わったみたいながあったりとかありましたねでなんかあの時はそっかホーンもいて翔さんもいてそうそうそうみんなやってもらってねすごい大きい大きいバンドでしたねあの時はね,ねいやー楽しかったなーねーあの時初めてあ違うかあれピーシーズ あ,あの時そうだよね。全員揃ったんだよね。だから俺がフルートで、えっ、ー、と、ブレーメンの林くんにあると吹いてもらって。あ,あそう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 。そうそう。初めてちゃんとあのレコ、レコーディング通りっていうかなんていうかね。あの、ミッドナイツの時は3巻でやってたから。そうだね。そうそう。よん4人で、4巻でピーシーズをやれた珍しい回でしたね。うん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 。そうそう。いやー、懐かしい。 いやねバウンディ君の方もね結構楽しくてねお<ー>そうそうすごいだからあのしゅんたろーホーンズというかしゅんたろーホーンズじゃないのかその子ちゃんホーンズか、えー、ああ,<ほ>あホーンズ,ーンズストリングスストリングスだ <laughs>、うん、ホーンズは俺だ,そう,だ <laughs> そうそうそうあのー、すごい人数のストリングスがいて、うん、超リッチでね あとやっぱね、あの、ボボさんのドラマすごいね。ああ<ー>、うん、ボボさんね。やっぱりそうなんか、ロック、ロックの何たるかみたいなのがすごい分かったみたいな。うんうんうん。そうそうそう。いやだからさ、こう、まあ、イヤモニでやってる現場だとさ、クリックを聞けるわけじゃん。そうなるとさ、こう、なんていうのクリックに対してどうやって演奏してるかが、 を分析できちゃうわけじゃん。こっちは。うん。そうそれがまた面白くて。へえー。そうそう。あやっぱりなんかこうロックのビートの人ってこういうこういうそのメトロノームに対してこれぐらいの位置叩くと、うん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 。とでメトロノーム切るとめっちゃ気持ちよくなるんだみたいな。うんそうん。やっぱりなんかこうジャズとかそういうなんていうの、ヒップホップみたいなのとさ、うん、またちょっとなんていうの、ビートの感じ方が違うみたいな。うん、そうそうそう,そういうだからやっぱ。 なんか別のジャンルの人たちと演奏するとすごい楽しいし学びがあるなと思った、うん、ちなみにちょっと高額のために、うん、あのボボさんはどういうスタイルだなと思ったんですかいやボボさんはいやだからねえー、っと何て言ったらいいかな割とヘビーヘビーなんだけどあ<ー>なんだけどあのドライブするというかロールしてるんでねだから結構だからヒップホップとかってさ結構前につんのめる 前に、前乗りじゃん。ジャズもさ、3連で前乗りじゃん、結構。うん、ツン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 って前にこう行くじゃん。はい,はい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 。そう。で、やっぱりこうドーン、パーン、ドーン、パーンっていうのってさ、うん、やっぱりちょ,ちょっとこう、なんていうの、どっしり、やっぱりどっしり叩くんだけど、だけどそれでなんか音楽が止まらないのがすごいとこっていうかさ。す,すごいですね。うんいや、めちゃくちゃかっこよくて。うーんそうそうそう。 ああすげえなってなって。なんか、あれだよね、うん、そういうさ、この人体からグルーブ出てるみたいな人いっぱいいるじゃん、もうドラマーで。俺はその人たちにその、電子ドラマをたか書かせて、ミディを撮らせて、うん、研究したいわ。ああ、なるほど、ね。その癖を、うん。確かにね。 何がどうなってるかてうのでそうそうそう。でもなんか多分それってその多分調べれば言語ができるはずなんですよね。うんうん、そのどっしりとしてでもまだ曲が止まんないでこうグルーブ、うん、ドライブするみたいなことってね。うん、スネアとここ,ここがこうだからそうなんだみたいな、ね。そう,そうそうそう。うん、スネアとキックはクリックジャストだけどハイハットだけはちょっとこう回る早いとか、うん、なんかそういうのあると思うんですよね。うんうん、そうだね。 そうそう。あとやっぱりなんかああいう、まあ、ポップスというかロックっぽいポップスのさ、やっぱりあの、ジャーンってこう、決めで一緒に吹くの気持ちいいね。はいはい,はいはいはい。あの、なんかダカ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 ダ、バーンみたいなところに、ビャーってみんなで合わせて吹くの気持ちいいなってことね。いいよね、ああいうなんか。やかさを 全面に担当するみたいな、うん、<laughs> ポップスのね、その、それこそカタルシスというか、うん、<laughs> あるよね、そう,うねそう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 、そうそう、まあ、そう、いろいろありましたね。で、まあ、あとは、そう、まあ、キキビビのブルーノートがありましたよあ、そうだそうだ、キビビブルーノートね。あなたは DJ で出て、そうそうそう。ライブは、ライブはまあ メンバーはあの前のアコースティックセットと同じだったんだっけそうそうそういぶきとふるきと、うん、渡辺翔太く、うんと私とききびびちゃん,うん、うん、それでゲストに、うん、えっとスイートウィリアムが来てくれたっていうねいねあ,あれはねなかなかなんていうのあの結構あの 燃え尽き症候群になるぐらいいい、いいライブだったわ。ええー、まあでも、ね、あの配信の動画のライブもめちゃくちゃ良かったもんね。うーん。いやー、あのメンバーは素晴らしいですよね。ええー、いやいやいや。そうそうそう。だからまああれ、ちょっと今度、まあここでちょっとまた時系列変わるけど、あの、ラブシュップでね、うん。ラブシュップ。プリームジャズフェスで、あまあ、 ウォン君のが出るのの前日かな土曜日の方に、えっ、ー、と、キキビビがまたそのあ、まあジャズフェスっていうことで、ジャズセットでまた登場するので。確かにね。いいですね。うん。え、それも、あ、まあいいか、そっちはメンバーとかまだあれか、あ、でもなんかまあ言ってるけど、その時はね、あの、い,いぶきがちょっと別件で来れなかったので、えっと、木村弘君。 村広君、噂に聞くスーパージャズドラマーそうそうそう、うん、まあだけどジャズドラマーだけど意外とあの青潤が好きっていう, <laughs> うん、うん、そうそうそうまあなんでまあであの井上さんの幼なじみの古木君もいるし、はい、平助もいてねで,ねで,あので渡辺翔太君も来てでまあなんかその日 その2日間いるから、じゃあ、小川翔も入れとこうみたいな感じで。<laughs> <laughs> <laughs> はいはいはい。そ,そうそう。だから割とそのブルーノートのメンバープラス翔さんでやるかな。うんうんうん。うんうん、いやー、いいですね。なんか、聞きビビすごいいい曲書くじゃん。うん、シンガーソングライターとして。うん。なんかそれをやっぱりその、すご腕ミュージシャンがさ、うん。 やっぱいい曲の上で遊ぶすご腕ミュージシャンほどいいもんないからね。ああ、なるほどね。そうなんですよ。あのね、世の中のいろんな名曲ありますけども、大体、うん、い,い,いろんな名曲って、そのライブでもさ、レコーディングでも、すご腕ミュージシャンが何かしらこうやら、やらかしてるの多いじゃない。うん、そうだね、確かに確かに。ね、スティーリー・ダンとかさ、うんうんうん。何でもそうだけど。 まあユーミンとかもそうだし、うん、でそれがいいですよね。いい曲とスゴ腕ミュージシャンの組み合わせ。んで逆に言うとさ、こっちが結構めちゃくちゃやってもさ、うん、あの、キキビビが歌えば、うん、あの声で歌えばもうそれになるっていうのはすごいなと思うね。逆の、逆に。そうだねな。なかなかいいバランスで。 やれてるなっていう感じ、はい、よね。はいはいまあ、ラブシップはね、もし2日とも来られる方はね、ウォンクとキキビビと、まあ、あと俺、アンリメでも出るんで、ぜひ、はいろいろ、はい、見てってください。なんかあの、ウォンクの方もねあの、もしかしたら、その、ラブシップリームならではの面白を<ー>、試みも、もしかしたらあるかもしれないんでね。 はい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 。さ聞いて聞。聞いてます。はあれはね、ほんと、楽しみだよね。うん、そういえばあの、いろいろ発表になったらあの、前日の方にリカックスもいたわね。<laughs> ああ、そうか、そうか。すごいな。なんか、マジで知り合いばっかだ。うん。そうですねー。 そう、あうん、そういえばね、そのお便りボックスにね、それこそね、キキビビさんからね、来てましたよ。キキビビさんから来てたの、うん、キキビビさんからね、お便りが来てまして、うん、ものすごいうちの話なんだけど、うん、おえっと、おいしいワインを飲みに行く会は次回はいつですか全然やりましょう、やりましょう。ええ、いつでもね、あの、そう。2一回いたんだよね。いつ,いつだっけまあ、半年以上前ぐらいかな。うんうん に僕と安藤君とキキビビの3人でねそそそうそうそうあのワインを飲む会みたいなのやってや <laughs> りましたね、はい、いやあれはね楽しい会だったんでまたやりましょう、うん、ぜひぜひでもい,いつでもいいないつでもいいですよ <laughs> なんか行きたい店ベースでやりたいなあーねちょっと招集しますまた行きたい店を OK ですはい そんな感じで。それは何月の話よ何がキキビビのブルーノートの話。それ4月の話ですよ、まだ。まだ4月か。やばいよ。もうやばいじゃん、もう。すでにやばい。すでにやばいよ。いや、え、これ7月まで。3月、3月。今3月ね。いや、とはいえ、これ3月まで遡るんかいやいや、もう、あの、いけるところまで。い。まあ、だけどなんか、まあ、面白い。 面白いこと、何があったかなウォンクは、でも制作期間の、とか合宿とかもあったもんね、その w o のメンバーはね、うんうん。そうだね、なんで、あのウォンクとしては、うん、あの、もう1月、まあ12月、1月、2月、3月と、うんうん、もうほぼ、そのアートレスの制作とカタルシスの制作。 はははいはい、はいだったからむしろ安藤くんが何をしてたのか聞きたいわああこれはね何してたかな何してたかというとですね結構なんかあの何だろうなジャズのアルバムを2枚ぐらいプロデュースしたりしてるねまだ出てないのもあるんだけどそうだそうだ そうそうそうなんかやっぱりなんかこうジャズーまあなんか時々こう何ラジこういう謎トークでも話したことあるかもわかんないけどさ、うん、これなんかプレイヤー目線しかない人とさとメタ視点が持ててる人とって結構まあ分かれるじゃないいやー分かれるねーうーんそうだからなんかそのどうしてもただ いつもやってるるライブをパッケージングするまあそれがいいっていう時もあるけど、うん、それ以上になんかもうちょいプロダクツとして強度のあるものを作りたいなみたいになった時になんかどうしていいかわからんみたいな人が結構多くて、うん、ジャズ界ってそそそうそうそうまあでそれでなんかそのまあ一番ジャズ業界ではいろいろ分かってるであろうと思われてて私は。 そうそうで、なんか結構あの頼まれてね、あのうん、いろいろ最近はやってますけど。それってプロ、あの、曲をこうしたらいいんじゃないかみたいな、そういう。まあそうそうう曲、曲はもちろん、そのなんか、そうだからまあトラックメイク的なプロデュースではなくて、まあ、ディレクションっていうか、うううんんん。だからなんかその、まあ、だからまあアレンジもするかな。そのなんかた<ー>アレンジっていうか、例えばさ、うん、あの、ずーっと同じ、 コード進行で3人とかソロ回すのなんだからみたいな。ここは曲の構成とか、ここで2人目はこういう展開にしたらいいんじゃないとか、うん、それでまあ全体の尺感の調整と、あとはまあだから、コントロール、だから自分が吹かない曲とかもあるから、コントロールルームから、今のテイクよかったよって言,言ってあげる役みたいな。やっぱりり一発撮りってさ Oh. 難しいじゃんそ、ジャズみたいなのと、誰かはソロがうまくいったけど、誰かは自分は納得いかなくてとかさ、なんか間違えちゃったとか、なんかそういうのを、でなんか泥沼化するとさ、なんか長くなるじゃん、レコーディングって。だし、やっぱフレッシュなうちにやっぱり撮るのがやっぱりいいから、そのライブ感としては、ジャズもって。でやっぱりなるべくまあ3テイク、4テイクぐらいの間に収めて、うんうんうん なんか大丈夫って言ってあげる人がいないとそ <laughs> そ、うんね、そうそうそう,そうなんかあのー、そうこれね、あのーまあ、音楽やってる人だと感覚としてわかることだけど外から見てると全然わかんないであろうなっていうことがあって、うん、その楽器がめちゃくちゃ上手くて、うん、それが素晴らしい芸術になってる人と。うん、うん 曲を作ったりバンドをやったりしてそれが素晴らしい作品になってる人っ、うん、これ全然全くほぼほぼ何の関係もないスキルだな、うん、っていうことがあるんですよ違う生き物だよね。そうそうなんですよ。うん、これねでもそうそういうことがあってだからジャズミュージシャンの方っていうのはその自分との楽器と向き合って、うん でその自分の楽器からどういうソロのフレーズを出そうとか、うん、このコードに対してはどういうことを吹いたらいいかとか、うん、こういうふうに盛り上げていこうとか何かそういうことをすごい考えるからそのライブで例えばソロ弾いてくださいって言うと素晴らしいソロが弾けたりとか、うんね、ジャズってもともとあるいっぱいのスタンダードって呼ばれるもともとある曲の中でその人がそのソロ楽器を吹くみたいなのがね形式だけど だからその普通にメロディーと和音のこの和,この和音の上でこのメロディーを吹いてくださいっていう簡単なハンペラの楽譜があってそれをおののがその場でかっこいいと思ってや,やるっていうのはねそうそうそうそれをに特化した人がじゃあその自分のオリジナルソングを書いて、うん、それがこう録音 それが CD とか配信になって多くの人に届いていいなって思うものになるかっていうのは全く別の話でそこがね音楽のまた難しさでもありそういうことがあるからこそそのまあプロデューサーとかアレンジャーとかうーそういうねプロフェッショナルがいるんですよねうそうだから主にねプロデューサーっていうのは例えばジャズだとさっき言った安藤君みたいに その素晴らしいミュージシャンをいっぱい集めて、うん、でそれをこのライブじゃなくて録音作品としてね、なんか世にどう広めたらいいかとか、うん、人がこう聞きたくなるものってどういう方向性なのかみたいなのをこう一緒に話し合って決めていくみたいな、うん、すごい重要な役割ですよね、それはね、うん。そう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 。そうだね、これは、そうですね、本当に。でも、かなり 今必要とされている人材なんじゃないかなと思うな、俺は。ああ、その、まあ、ジャズ界的にまあ、ジャズ界的にもそうだし、うん、まあね、ポップスの業界ではもうそんなの当たり前じゃん。それがいないと成り立たないって当たり前じゃん。うんうん、そうだね。シンガーソングライターの人って、シンガーソングライターだけでリリースして、うん、ね、すごい広まってる人なんて、まあ、ほとんどいなくて、うんね、シンガーソングライターの人が書いた曲を、 まあちゃんと整えて編曲して、うん、でどういうサウンドにするかプロデューサーと話し合ってみたいな当たり前だけどやっぱジャズの人ってねなんだろうまあじ自分の出す音にやっぱこうプライドももちろんあって当然だし芸術性がある己の芸術性があるっていうことも多いからなんかねやっぱりそのプロデュース文化みたいなところとは ちょっっっととやっぱ距離が今まででははあったかなとは思うんだよねでも意外とさあれだよね海外行ってさプロデューサー絶対いるよねまあね、うん、とかそのなんかブルーノットとかもさ社長が結構監督してたりとかするもんね、うんうん、そうだねそうそうそうまあだからなんかとりあえずなんか昨今このコロナでやっぱりライブが減ってみんななんかリリースするぞって っていう風になったときにノウハウがないみたいな人は結構多かったね、ジャズ界はね。ああ、はいはいはい、そうだね。確かに。まあ、その、それはかなり今後も重要な役割になっていくんじゃないかな、うん、音楽業界には。そうだね。そ,うそ,うそ,うそんなことをやっていたわけですか。そう、そんなことをやっていたね。 まあ、そうだね。あとはなんかね、なんかシュンと、なんか、ロックバンドをやって遊んでたわ。うんうんうん。ロックバンド <laughs> ロックバンドへえ、珍しいそう。いやなんか、ロックバンドやろうぜってなって、なんかシュンと、うん、マーティーと、おううシュンの弟と、お 4人でフォーピースバンドを立ち上げて、えー、普通に本当にあの、ハードロックみたいなのをやって、<laughs> 遊んでたね。おもろ。それで、正月に、ででで撮るかってなって、わざわざででで。え、それはリリースされないんですかいやいや、今,今、ちゃんとあの、今、ボーカルレック期間中なんで。おお。じゃあちゃんとリリースされるんですね、<laughs> ロックバンド。そうそう,そうそう。 いや楽しくそれはねもう本当楽しくやってるおもろいいですねそう,うそういうなんか割と気軽なものからお仕事までいろいろやってましたね相変わらずレコーディングもいっぱいやったしまあ結構絶え間なくやってましたねいろいろねうんいいですね あとやっぱなんかコロナ禍になんかやろうぜっていう感じでプロジェクトが増えたからはいはいはい最近だとあのねナガンサーバーってナガンサーバーさんウッドベース弾きながらラップするはいはいはいナガンサーバーさんねサーバー君となんかバンドをやり始めてえっとなんだっけデュエンデュエンデュエンデっていうのでもう結構その まあ、なんていうの、ライブバンドだからすごい結構ライブしてってそれもこの間ビルボード大阪行ってきたりとかそうそう結構ねいろいろいろんななんか最近何やってるのって言われるともういろいろありすぎてちょっとむずいっていう感じ <laughs> <laughs> はいはいはいなるほどねそうそう,そういやまあね活躍されてるんで安藤君もすごいですねいやいや いやーね今年もどんな1年になるかまだまだわからないけどね。ね、まあ、あの、僕はね、もう、ウォンクの方で、ある程度、もう、どんな地獄になるかっていうのは、もう、見えてるんでね、<laughs> はいはいはい。1年。1> そうだ、なんか割と年間スケジュールみたいな風にさ、<laughs> 先まで見えてるとさ、覚悟ができるよね。そうだ、ね、うだだねもから今 このゴールデンウィーク1、うん、1> 今日、昨日、今日と、うん、ゆっくりしたって言ってるけど、もうここでしないと、うん、もうね、始まってくるもんね。そう、もう今年はもう終わ,終わってることはか確定なんで、その。そうなんですよ。そうだよね。そうなんですよ。そう5月割とさ、 うん、5月ね、俺もだから、ウォンクばっかなんだけど、意外と忙しい。5月忙しいよね、うん、だからお、お互いね。そうだね同。同じ現場で。いやー、マジで。いやー、ー絶対大変なのは分かってるんだよなね<ー>ですよ。まあまあまあ、そでもそそ、それこそさっきの流れで言うとさ、うん、香取さんあ、まあ、和田明子さん、香取慎吾さん。うん、はい。 このドリカムとツーマンでしょいやー、マジで、ぎょっとするよね、よねそれもね、っねさっきの話だけど。そうね。いやぎょっとするよないやー、すごい。まあ、だから俺はまださ、そのウォン君にひっついてるから、まあ、俺がターゲットになってるわけじゃないからさ、ターゲットにな,れなってる当事者なわけだもんね、ウォン君さんはさ。そうだね。そうそう。って思うと、なんか、すごい。 すごいことだなって思うよね。いやすごいことですよ。うん、本当にありがたいことに。しかし、うん、やっぱり、年々プレッシャーが上がる一方ですわ。<laughs> <laughs> あの、本当に、これは本当にそうなんだけど。だし、なんか割となんていうか、こう、業界内で、なんていうの、その音楽好きとか、音楽業界内で、なんか、文句ってさ、結構評価されることが多いじゃない、なんか。 まあねあねりがたいことにねうん、うん、いやだからこそのなんていうのその「うん、ほう」「ふむふむ」みたいな「<laughs> そう」なのよ <laughs> な怖さがあるよね、うん、なんかこれ多分どこでもでも話してないかもしれないけどうん、うん、なんかその、ま、これは完全にあの、うん、なんていうんだろうなまあ自分の完全に あのまああのー、なんて言うんだろう、うん、まあ自意識過剰な,かなのかもしれないんですけどウォンクとして、うんうん、しかしウォンクがこうウォンクってまあ規模感で言えばそのメジャーのアーティストと比べたらさまあ、うん、そこそこちっちゃいじゃんまあねそのそれなりの自主でね自主でやってるぐらいの規模感でやってるんだけど、ねうんうん だ,けどだからこそこう新しいことをすごいチャレンジしたくなるししてるじゃん。そうするとなんかそれをその、まあ、もちろんファンの方々もいろいろ面白がってくれてる一方で うん、業界の人が面白がってくれててなんかあ、ウォンクこれしてんだなって、うん、とかウォンクこのミュージシャン使ってんだなみたいなところをうん、うん、見られてる感じがめちゃくちゃすんだよね。ああ、なるほどね。はいはいはい、これはまあ完全に自意識過剰で実際そんなことないのかもしれないんですがですがね、そうそうなんかウォンク今きっと ドルビアと申しやったかーって業界にはなってますよ、きっと。いやいやいや。まあ、そう <laughs> でもそれね、ドルビアはね、メジャーの現場では、昔から、うん、昔から、ちょっと前からね、やってたりしたと思うんですけど、んねうん、なんか、ウォンクって、その、アゲバンド説あるじゃん、ミュージシャンにとっての。うーん。なんか、誠しやかに。うんう,んうん。その、ウォンクでサポートとかレコーディングお願いしたミュージシャンは、すごい、なんかこう、何 業界ではちょっと一目置かれるか、もともと置かれてるかみたいな感じあるじゃん。うんうんうん。うんうん、なんかそれも、なんかすごい、もしかしたら、なんかそういうチョイスまで見られてんじゃねえかなと思ってちょっと、<ー>ビクビクしてるわ。なるほどね。まあねあ、これ完全に意識過剰なだけで、別に <laughs> 多分みんなそんな見てないんでしょうけど。なるほど。 そそうそうまあねでもなんか俺もだからささっきのさ新曲の話じゃないけどさ、うん、あーなんかこういうサウンドこれだよねーとかさなんかさそういうなんかそういう聞き方しちゃうってのよすでにさとかなんかああ,ーなんかあーこういうあーいいねこの何十年代のこの感じのさーみたいなそうなのよ <laughs> なんかねそう <laughs> ふむふむ聴き <laughs> ね、腕組んでふむふむ弾きみたいなのされることが多分多くて <laughs> そうだねなんかまあ別になんかその別に普通に聞いてもらえばいいんだけどねうんうんいやそれもね別に何弾きでも聞いてもらえることはありがたいんですけどまあでもふむふむ弾きの方がプレッシャーあるじゃんまあそうですねやってる方としてはうんそうそうそう確かにねそうなんですよねだから しかも、その、ね、その、ドリカムさんとかも、その、うん、ファンの方々って、もちろんポップスの好きな方もい,いるし、うん、でも本当に音楽好きな人ってさ、ドリカムはいいよねっていう感じの裸なの、俺は。うん、ああ、なるほど。その別に、まあ。それこそね、そういうアレンジメントとかもすごい練られてるし、そうそう,そうそうそう、サポートミュージシャンとかもすごいしね。なんかその ね、あの音楽の趣味が幅広くてポップスからねジャズまで本当に好きでみたいな人もドリカムはすごいよねっていう感じの評価な気がしていて、うん、それがまたプレッシャーですわ。<laughs> あ<の> <laughs> なんかねそういう耳のしっかり超えたというか、うん、リスナーさんに向かってねなんかやるっていうのはまた一段と引き締まる思いで。 いやしかもさ、ーうんうん、ずるくない今回。あ、クリス・コールマンとかいるのクリス・コールマンいて、うんうん、上原ひろみさんいて、<ー>な、どう、どうなに、ずるくないだよね、あの、<laughs> ウォンクの飛車角いるから。<laughs> ウォンクの飛車角いるけど、でも向こう、なんかもう世界の飛車角みたいなっちゃう。あー、まあまあ、確かにね。世界対名古屋で戦うから。そう、世界対名古屋じゃん、<laughs> こっちは。 名古屋ももちろんだから俺はその <laughs>、うん、いや俺はというかウォン君はそのせ、うん、世界のレベルのミュージシャンだなと思ってお願いしてるけど何つうんだろ、うんうん、ちょっとスケールが違うんだよな <laughs> <laughs> よ予算とスケールが違うんだよなって言うね,そうそうね確かに確かにそうそうそういやだから向こうがさどういう演目っちゅうかムードでやってくるんだろうっていうのがあんまりわ想像できないよね、うん そうなんだよね。まあでもね、そこはあの、すごい楽しみにはしてるんですけどね。そうだね。うん。そうそう。だからすごい楽しみにはしてるんですけど、いかんせんね、ちょっと。うん、まあそっか、あれ、ラブショップでは同じ日なんだっけ前日か。えー、っと、ラブショップは別日ですね。ああ、そうだよねそのフ。フェスの方は別日だもんね。そうそう,そうそうそう。そうそうそう 俺ちょっとカンニ前日いるからカンニングしとくわ。あ,あお願いします。うん、<laughs> いや、どうせ素晴らしいんだよ。いやいやいや、まあそれはすごいでしょうね。うん、いやーねー、ねまあ楽しみですね。はい、すごい楽しみ。本当にでも心から楽しみですね。一緒にライブするのも見るのも。でね、あのね、ガーデンシアターすごいいいから。 はい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 。そうそう。なんかその、去年のミレッパーのツアーの東京場所がううんうん、うん、あそこだったんだけどね、す、すげえいいよ。音もいいし、うううんうん、うん広くてた楽しいーってなると思う、たぶ、うん。<laughs> 素晴らしい。いやー、頑張ろう。ねえ、頑張りましょう。うん、そう。いや、でね、俺はね、今日ね、ちょっとね、まあ、 予定の話はちょっと置いといてさっきに、ね、ふむふむ聞きで思い出したんだけど<う>俺さあの、ちょっと前あのなんか2人でメルロー DJ セットやってたことあったじゃんでねこの間ね、あの、もうさらに予算がないから一人で一 <laughs> 人で行くっていうのをやってみたわけよ初めてはい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 そうでまあ別にそのなんていうのカンちゃんのリミックスしてくれたやつだけじゃなくて なんかいろいろ自分でトラックとか、なんかまあい、もうちょい、なんかな、なんていうの、あの1人だとさすがにさ、カラオケ流して吹くだけだと、ちょっとやばいかなと思って、いろいろな仕掛けをして、で、なんか機材もすごいいっぱい持ってね、やったんすよお<う>そう。それがね、まさしくふむふむ聞きされてね、<laughs> すごい。<laughs> <laughs> <laughs> やっぱなんか楽器キッズがなんかその時もなんか結構バンドとかが結構多いイベントで DJ, とか DJ イベントのショーケースだったらいいんだけどバンドとかが出てる中にもうゲストメルローさんみたいな感じでもうさ、楽器やってる人たちがさなんかもう、今何やってんだろう何やってんだろうみたいな感じでさすごいジロジロって見られてふむふむってなっちゃってさ うん、すげえ気まずかった <laughs> っていう <laughs> いやーでもそうねそうだよねなんかメルローの DJ セット、うんであれさ割とこう乗れるようにリミックスしてる曲もあるじゃん、ねまあ、ちょっとこうテクノっぽくなってたりとか、ね、そうそうそうだからなんか俺的にはふむふむ聞きにはうん ちょっと向いてないリミックスなのかなっていうのはあるんだけど、うん、でもね安藤君が楽器を吹くってなったらねもうさ楽器キッズはねふむふむ激しちゃいますよねそうそうそういやだからねもういいから飲んどけ飲んどけってなったそうそうそういやだからなんかでそれでさなんかあのー、ちょっと前にそのエルムホイちゃんとさうん、うん、会うことがあってえ,え エル・ムホイもさなんかこうそ、まあ、バンドもやってるけどなんかだいぶああいうなんかああのいるじゃんなんかエレクトロニクス女子みたいな人たちいるじゃんマイカルブテさんとか、まあ、エイミーもそういう時あったしね、そのなんかバンドじゃなくてそれなんかこういろいろプッシュとかあのエイブルトンとかこう、ねはい、パソコン触りながら歌う歌うみたいなふむふむ聞きされないのって,って言ったら。 そうなんかやっっっぱされる時はされれるるっはっててそそ、うん、そうそうそうだからやっぱりんかそういう結構パソコンセットは出る場所を選んだ方がいいなってすごい思ったっていう, <laughs> そうあとなんかあのエリンがあエルムホイが言ってたのは、うん、例えばユニットとかみたいなステージが高くてあんま手元とか見えないっていう方が逆にいいって言ってた。 あそそうだねその手元何やってるかを見るんじゃなくてちゃんと音をこうそそそそう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 ,そう、ね、届けられる会場っていうねそう,そう,そう覗き込めるとさやっぱりなんかあなんかつまみ触ってるなとか思えるふむふむってなっちゃうじゃないどうしてもそそ、うん、そうそうそうだからなんかそのステージの高さが大切ですっていう <laughs> <laughs> 助言をいただきました <laughs> 確かにいやーそうねなんかライブってそれあるよねそのなんか なんだろうなライブのスタイルで同期音源とかを流してパフォーマンスを重視したライブうん、うん、例えばウォンクでいうとアイズのツアーとか、うん、でその同期音源を流してその中で、まあ、弾く楽器は弾くみたいな、うん、でその圧とか全体の空気感はすごい作るみたいなライブする時って、うん、なんかミュージシャン 6割、うん。役者6割、4割じゃん。はいはい、まあそうだね。そうそうそう。だからその配合がさ、うん。配合によって、そのふむふむ劇に耐えうるかどうかが決まる。<laughs> それ<だ>の中では。<laughs> まあ、な,るなるほど、なるほど。そう、だから、そのや、はい、そう、だから、ミュージシャン6割、役者4割の時は、ふ、うん、むふむ劇されると、ちょっと恥ずかしくなっちゃう。<laughs> ああ、そうね。そうそうそう。 だけど、例えば最近のライブだと、もう同期音源ね、流してないし、ウォンクも。うん、でも俺とかもかなり長尺のベース,ストローとか撮るときもあるし、うん、そのときはもうふむふむでもどんとこいって思ってるけど、ミ、ね、ュージシャン100だから、うもうステージパフォーマンスとか会場とかね、構成によってね、その、ありますよね、違いが。 いや、だから今ねえっ、ー、とコメント欄にボールヘッドさんが降臨してますけど <laughs> そうだからやビートライブとかもさ楽器やる人がいっぱいいるとこでやったらどういう空気になるだろうなとか思うよねいやーでもビートライブもさ割とふむふむ聞されるジャンルだと思うけどな、えー、あーそうなのかなでもなんかさ<や>そのなんかいや俺,俺はなんかテーブルビーツとかはうん、うん、なんかその SP の何叩いてるんだろうとかっていうのを考えずにやっぱりんか普通に首振って聞くのが楽しいなって思っちゃうからそうそうで自分もそ,そういうつもりでメルローソロセットやりたいんだけど分かってほしいな <laughs> と思いながら <laughs> そう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 とはい,、はい、いうねまあいやいや楽しいいやすごい楽しかったんだけど。 そうそうちょっときん緊張したっていうかはいはいそうだよねそのしかもさソロセットでやる時の会場ってちっちゃいじゃんおそらく、うん、そうだねだからより緊張するだろう、ね、そう視線を感じるそうだよねそうそうあとなんかその、ま、怖くて前見れないんだけどどうやらあんまり踊るというよりかはじろっと見られてるなみたいなあそう <laughs> 空気感で、ねえー、ざわはい、はい、ざわっとしてない感じが <laughs> はいはいはいそうだよねそういや、えー、やっぱそこは鉄の その役者魂みたいなのはあった方がいいのかもね。そ役者っていうとちょっとね、なんか嘘まあだけど逆に言うとなん、アジテーションというかね、自分の表現。そうだね。やっぱり、ね、そのパフォーマンスもちゃんとこう、うん、自分の表現の一つですっていうふうに構えてた方がいいだろうね。いやそうだね、うん、そ,うそこがね。 大変ですよまあ、みたいなことがありましたと。うんうん、あとね、結構、まあ、ちょっと今日ね、俺、いろいろ、ね、ネタ帳にいろいろネタを書いてきたんですけど、いいですよ、どんどん出してください。えっとね、まあ、結構、会、え、津、ー、ぐらいから、えっ、ー、と井上さんも結構マルチにいろいろやってるじゃないですか、ライブとかで。はい、そうだね。うん。まあ最近だとまあ ギター最近もギター弾いてるもんね、今も。うんうん、そうそうそう。でね、なんか、苦難あります、苦難。いや、苦難だらけじゃん。<laughs> <laughs> いや、あの、そう,そう、なんか、その、ウォンクの中だと、うんうん、僕の強さはもう、そのフレ,フレックスってことなんですよ。ほうほう。 あのフレックスって、何て言うんだろう、F あのえー、ゲームの用語で、うん、なんかディフェンスもできて、オフェンスもできてみたいな、どっちのキャラも使えますみたいな人の、うん、フレックスっていうことありますけど、うん、まあ僕の特性はフレックスなんで。 まあそうだねベースが一番ボトムにいるわけだからねそこからこう飛びに行けるってことだもんねそうそうそうだからまあ本業ベースだけどフレックスで場面によっては何でもやりますっていうのは、うん、まあ売りなんですけどなんですけど、うん、なんかねあれやってるとその脳のバグを許さない環境になってくるねどんどんああそうねあのこの曲は次は何弾くんだっけあうん、うん、これはこれかみたいな 次これかみたいなでこの前とうとうバグが起きてあれ高崎だったかないや違うな立川かななんか文句の曲で「FeelingU」っていう曲があって結構ライブでやるね曲なんですけど「FeelingU」の前にうっべを弾く曲をやってて「FeelingU」はエレベで弾きますって PA の人に言ってたんですよ。 フィーリン・ユーはエレベで弾きますそうだからそこは楽器チェンジがあったんだけどなんか知らないけどうっぺを持ったまま「フィーリング・ユー」に突入しちゃってお<ー>でそのまんま「フィーリング・ユー」の1番2番あ前半をうっぺで引き通すっていうことをやったんだけど、うん、あれはあのそういう演出でも何でもないです。 あ, <laughs> あの普通,たた、ね、普通に忘れてて普通に忘れててあやべえやべえと思ったけどそのままうっぺでもう弾くしかないっつって弾いてで感想でちょっとなんか隙間作ってもいいところで変えてみたいなうん、うん、なるほどでそれねドングリズとの対話の時もあったんだよねあったあいやなんかシンベル弾く予定じゃなかった曲をシンベル弾いたのにああなんかあったかもねうんうんそうあのなんだっけな えっとピーシーズかなああピーシーズはエレベで弾いてその前の曲はしんべだったの、ね。ねえ、うん、だからシンベを弾いててでも持ち使いを忘れてピーシーズに突入して、うんうん、ピーシーズの前半はてかまあアウトロまでシンベで弾き倒したそのうっぺからエレベ への転換とかエレベから上の転換は、うん、まあ、運指は大体似てるから。よく、うん、よく、<う>よくだから、その、だドレミで覚えてないとさ、新んで弾けないじゃん。いや、そう、だから、ピーシーズは、たまたま、うん、たまたまっていうか、まあ、ピーシーズは、だからね、すごい、ね、脳をフル回転させたのに、そのとか、うん、逆に覚えてなかったら、弾こうってならないもんね、その、心理として。弾けるから選択肢に。そうそうそう シンベが出てきちゃうっていう、ね、そうそうそうだからピーシズもこう自分のそのなんだエレベーのテクセをこう思い返してそれを音階に並べて、うん、あ,あこれはこうだこれはこうだってやりながらやった。なるほどね。なんかそういうねバグがあるんでやっぱマルチは大変だなと思いますよ。うーん まあ、特にその、3つともベースだと大変だね。そう、なんか、そうね、ベースじゃん、一応。うんうん、そうだよね。安藤君もね、ソロのライブとかいろんな楽器持ってったけど。うん。いや、なんですかそういうの、ねまあ。バグ、バグはね、本当にバグが起きたのは、うん、それこそな、いつだったっけな、結構前の。うん えっと、ミレニアム・パレードのライブの時にミレパーの時俺ねギター、サックス、フルート、ボコーダ4種類やるんだけどあの何、ー、ていうかなあの3拍ぐらいでギターからサックスに持ち替えてソロ吹くっていう曲あるのね <laughs> ずーっとギターで伴奏しててもう。 でもやっぱサビの後にサックスソロが来るからサビの厚みがなくなるのは良くないからって言ってもうほんとせーのぐらいの、まあ、もう2拍かワンツぐらいでバッてギター後ろにやってサックス持って吹くみたいなでもストラップもかけれないから無理やり上向いて吹くみたいなそそうそう首のストラップがかけれなくてっていうようなところがあって。 すごい警戒してたのね。だからそこでい急いで持ち帰るんだっていうのをすごい警戒してたら、その2番のサビが2周っていうのをすっかり飛んで、<laughs> 1周目が終わったところでボロボロボロって空吹き始めちゃって、俺。<laughs> <laughs> でも、ああまだサビもう一回あったってもう爆笑みたいな <laughs>。それなんかその持ち帰らなきゃっていうことにすごい。 気がいくとその曲の構成とかはねやっぱりね楽譜,楽譜とかないからさまあウォンんもそうだしミルフもそうだけど楽譜ないから楽譜があるとまだねなんかメモったりできるじゃん<あ>ここで持ち替えとか、うん、そう,そう楽譜見ないとなんかドキドキした時に今どこやってるかわかんなくなってそうやって、まあ、バグるみたいなのはね,あ,ねあったね一回ね俺の一番バグが起きそうな、うん その自分の中での一番鬼門となっているパフォーマンスは、IZ、うん、ツアーの時のヒロイズムっていう曲のギターとベース。Heroism と、うん、いう曲があるんですけど、それライブでやるときはツインギターベースで、うん、あダブルネックのギターとベースで。1、うん、個のボディからギターの,ギターのこうネックとベースのネックが出てるってことですの ちょうど曲がギターとベースが重ならないように作ってあるんですよ。だからベース弾いてギターのフレーズ、ベースを弾いてギターのフレーズっていう曲の構成になってて、うん、だから頑張るとできちゃう、一人で。ベースとギターを同時に。うん、で、それがダブルネックだと上,弾あの上にギターがあって、下のベース弾いて上に持ち帰ってギターっていうのが、 ごとに変わるですよだからベースをダダダダダダダって弾いた後にチャッチャっていうギターを弾くっていうのをっとやってだからダダダダベースチャッチャギターダダダダベースチャッチャギターみたいのずっとこうやってるんですよねじゃあそれはそのダダダダもピック弾きってことその時はいやいやどっちも指弾きでタッタっていうギターはちょっと単音プルで単音みたいな ああ、なるほどね。はいはい、はい。そういあれは、マジで、冷静を保ってないと。それすごいね。あの、<laughs> 赤上げて、白上げてみたいな状態だよね。そうそう。で、サ,ブサビになると、ちょっとフレーズが変わったりして。ええー、大変。それをね、やってたの。でもすごい楽しいんだけどね。音ゲーみたいですげえ楽しい。2拍ずつ大変だね。そうそう。でそう、ちょうどあの、合図は、 ライブ DVD が出ているので、うん、ブルーレイか。ブルーレイが出てるんで、うんうん、ブルーレイ持ってる人はね、もしヒロイズム僕が映ってたら見てほしいんですけど。え、でもそれ 3D じゃないのあれアイズのライブツアーって DVD 出してなかったっけああ、あれ、あれが出てるのか。あの、イーストのが出てるのか。ああ、そう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 。あのー、あの、それで見てもらえるとね、<laughs> あの、しかもさ、そのアイズのツアーは、うん てそのライブは前、うん、ちょっとさっき話したみたいにどっちかっていうと、うん、そのパフォーマンス4割ぐらいの同期音源がすごいなってるからパフォーマンス読んでう、ねうん、どうこう視覚的に楽しくするかみたいな、うん、そのことを考えるライブだったから、うん、ヒロインさんはもうどうしようもなくて <laughs> <laughs> もう王立ちですよああそりゃそうだね 仁王立ちでそ、あれはすごいな。そうなんですよ。だからね。あいや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 そうだから気持ちはねあの気持ちはマルチプレイヤーって気持ちなんだけど、うん、でもなんか分かりにくいことって世にあんまり受け入れられないから、うん、なんかね文句ではそれは言わないようにしてて。あなるほどね。そうそうそうなんかさそういうもんじゃんなんか。 まあまあまあ。世の中ってそういうもんじゃ。これな、世の中ってそういうもんじゃないですか。なんか、ベースの人がとか、ボーカルの人がとか、うん、そっちの方がね、受け入れられやすいんで、気持ちはね、うんうん、マルチでギターもや、多分、ライブだと等しくシンベとエレベとベとギター、多分等しくぐらい割合で弾いてるから、うんうん、なんか何シストなのかと言われると、 別に何シストでもないんですけど、うんうん、なんかね、まあベーシストですって言ってた方が世にはね、受け入れられるんで、うん、特にマルチ押しはしてないですけど。僕はうん、なるほどね。うん、やっぱりね、俺ね、結構ね、質問箱に来てたのが、おうおう楽器が多い時って、どうやって移動、運んでるんですかって聞かれるんだけど。<laughs> <laughs> 声を大にして言っときますす電車です、はい、いやこれね <laughs> そうなんですよあの安藤君はすごい本当にあの僕は言うてさっきマルチがどうだとか偉そうなこと言いましたけど、うん、あの僕はもう全部あのジャーマネ林くんにね、うん、あの楽器を運んでもらってるんでうん、うん、あの特にそういう苦労はないけど安藤君はね、うん、会場に来る時の姿がすごいもう。 ねえ、毎回なんか、海外旅行から、海外旅行行くか帰ってきたかみたいな感じでね <laughs>。そうそう、ほんとにね、今から夜逃げですかみたいなこ好で、<laughs> 安藤くん来るもんね。そう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 。ねえ、なんか、結構さ、まあなんていうの、それこそなんかドラマーの人とかってさ、こう、 まあローディーみたいなの雇ってたりすることが多いじゃないとかまあそういうなんか生徒生徒っていうかまあ弟子みたいなのがこう車を出してたりとかするんだけどさうん、うん、でもさいかんせんサックス吹きってさ車いらないから本来だったら本来はねうんなんか別にそういうなんか射程みたいなの別にいないし自分もまあ割とあの、まあ、車を持つほどでもないようなところに住んじゃってるからうん そう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 なるとねなんかもうあの頑張るしかないんだよね <laughs> <laughs> そうそう,そうだからもうなんかあのすごい何て言うの路線とか駅によってさだもうバリアフリー化が進んでる駅進んでない駅のこう、うん、ダメージをもろに受けるんだよねあのホーム行きのエレベーターが存在しないとかさはい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 そうそうそうスロープがないとかさ でも階段は持てませんみたいな <laughs> <laughs> 時とかにそうそうそうすごいわざわざあの駅員さんにさすいませんあのエスカレーターかエレベーターってないですかとか言って、あのー、一番端っこまで行ってもらうとありますとか言って分かりましたとか言ってさ頑張ってゴロ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 ってまた荷物を引いて行ってみたいなので、ね、<laughs> 頑張ってるんですよおも,ろおもろくないね大変だね <laughs> ね大変ですよ <laughs> いやーでもそうだよね本当に でも、あれじゃないもうちょっとマルチプレイヤーの幅を広げて、諦めればいいんじゃない自分で運ぶこと、うん、ああ、なるほどね。そうだって、俺とかはう、もう、うっべがある現場。もう、どう考えても無理だ、ね。あでも、まあ、俺もそうよ。俺も、あの、前よりは、もう、あの、何取りに来てもらわないといけないですって言うようになった。はい,はいはいはい。うん。だから、なんか割と、その、 あのー、現場によってはあのー？その何楽器楽器スタッフっていうのうん。そう。そう、そうそう。その別に俺の個人のじゃなくて、その現場で雇われている。楽器とかを管理する人とかにあのー、まあ、来てもらって運んでもらうっていうのがま。最近はね。ありがたいことに増えたね。うん。まあそのなんか駆け出し。マルチ駆け出しの頃はだから本当に。 死ぬっていうぐらいのものを持って歩いてたけどね。<laughs> そうだよね。まあまあさすがにね。うううんうん、うん大変ですわ。ねえ<ー>。そうだよね。そう,そうそうそう。そういね。コメント欄でみんなが点字ブロック、点字ブロックって言ってるのはね。う,ん、そうこのの間そのなんか俺そのキャリー、エフェクターとか入ってるでっかいキャリーあるじゃん、いつも持ってる。あれがさ、重すぎて。 こう展示ブロックを通過できないいいいわけよはいはいはい、はい、あのあの段差でもううんってなくて動かなくて <laughs> <laughs> でもう行きたい先が向こう岸に感じるそう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 ,そうまあみたいなねこともありました、はい、いやーでそのマルチといえばですね、はい、最近のあのウォンクが頑張ってることについてちょっと話してもいいですか い何でしょう最近のウォンク頑張ってるあのあれはあれについて話していいですか何だ何だえ、あのコーラス。<laughs> ああコーラスね。はいはいはい。最近ね、ウォンクさんは新しい。でもまあ何回かやるかやらないかみたいなことがあったけど。あでもあのー、あれの時はやってたけどね、あのなんだえっ、ー、と、ムーンダンスツアーの時はね、ちょっとやってたりはしたんだけど。そうだよね。なんかなんか まあでも、がっつり、本当にがっつりっていうのは、今回が初めてなんじゃないうん,うん、そうだね。ねえ。<う>いやー、そうっすオーラスもね、まあ、その、アートレスっていうアルバムのテーマが、うん、その音楽の身体性とか、うん、その自分が持てて出せる音みたいなところ、だから、その、打ち込みとか、同期音源とか、 うん、すごい音をいろんな重ねるんじゃなくて自分がの体から出る音だけで音楽をこうやってみようよっていうことがテーマなんで、うん、その、まあ、コーラスもねそのだテーマに沿ってちゃんとやろうっていうことで今絶賛ねやってますね最近あれだもんねこリハーサルのスケジュールにコーラスリハっていうのがね現れましたもんねそうなんですよ じゃあ、ね、まあちゃんと練習しないとできないんでね。あそうだよね。いくらね、ミュージシャンとはいえね、声って違う楽器だから。なんかね、結構、あの前もなんか話したけど、なんかカラオケとかに行った時にさ、あ,<ー>あの、 ういいんでしょってそれねムードで来られると困るみたいなね話し合ってね声は全然違う楽器ですからミュージシャンがね歌全員うまいって言うとそんなこと全くないですからねそうそうそう岸君もねこの間ね「アンサートリー」メンバーの石若俊率いるライブが先週あったんですけど俊が新曲を作ってきたって言って うん、全員歌うっていう曲が面白いねそうそうそう,そう,そうでだからねあのラブショップラブショップの日は多分ねアンリィベも多分歌ってます <laughs> みんなハモってます <laughs> <laughs> いいねいやでも歌ってそのまあ難しいけどさなんか根源的に音楽だって感じるよね、うん、やってて自分の体が震えててさ これやっぱり歌うまい人とか歌やってる人って本当に楽しいだろうなと思っちゃうね。うーん。そうだね。すごいよね、歌ね。なんか歌うまい人ってさ、何て言うの楽器みたいに音程変わるじゃん。フェイクとかがさ。あれすごいよね。 そうだねすごい。タたたたたたたたみたいな、カン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 って音程が変わるじゃん、鍵<ん>盤みたいに。ああそうだね。ああとかすごいよね。いや、そうそう。まあそんなこんなでね、だからまあ、マルチの中ですよね、コーラスもね。うん、そうだね。そうそうしかもう楽器弾きながらね、歌うってのはまたちょっと違いますからね。そうだね、うん。そうそうそう。 いやそはなんかうんはいはいはいやいやコーラスの話でさいは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 いていは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 いーいは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 いかいはいはいていは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 い だからベースの時は歌にああなるほどねなんか対戦率っていうか対なんか対法っていうかそうそうそうゃうだねそうそうだからベースを弾いてる時はうんあのそうだからベースのいつも俺そのベースのフレーズを口でちょっと歌いながら弾いてるのよ、うん、だその癖があってうん だから自分が弾いてることと歌ってることのが一致しないっていうことがうん、うん、なんかベースだとねちょっと考えられなくて。ああ<ー>、うん、なるほどね。だからその一旦手と口をこう分離させて、うん、ベースのフレーズと歌のフレーズって2つのこう旋律を。 やろうって意識するのはめちゃくちゃゃく難しいそうそうあーなるほどでもギターだとコードを鳴らすからそのああわかるわかるそうるねだまあピアノでいうとこう左手で伴奏して右手でメロディーを弾くっていう形なのかそうそうそう,そう,そう,そう2つの2個の旋律を右左で違うこと弾くのかみたいな気持ちになるもんねうんそうはいはいはいだからなんかベース弾きながら歌の方がなんかマルチタスク感が強いんだそう,そうなの、ね、それがすげえ難しい ああ、確かに。あの、エスペランサとか、エスペランサスポルディングとか、うん、あのポール・マッカートニーとか、マジですごいわ、うんうん、あの人たち。あ,ね、あ、そうスティングもそうですけど、ねうん、本当にすごい、うんうん。なるほど。すごそう、うんうん。なるほどね、コーラス話でしたね。はそうそうあとね、最近ね、 あのね、イヤモニを買いました、私いろいろあってちょっと奮発しましてねイヤ,イヤモニターいいやつ買ったんだけどイヤモニっていうのもさ、うん、なんかこうまあ、普通の人からするとさよくわかんないものだよね確かにあの、イヤモニっていうのはあのライブの時にみんな耳につけてるイヤホンのことですけどねうん。そう。 そうそうそうまあ要するになんかそのまあなんていうか、まあ、転がしって見たことあると思うあのロックバンドの人が足かけるやつあの下に地面に置いてあるスピーカーね <laughs>、はい、そうそうそうまああれでなんかこういろいろ音を聞きながら自分の演奏するっていうのがあったんだけどまあそれをこうイヤホンで聞くことによってまあもともとやっぱりなんかあの 耳を守るためらしいね。あんまり大きい音で聞かないようにするためになんか作られたものなんでしょ、イヤモニって。そうだね。あのうん、だからみんな演奏者がね、自分の演奏とか人の演奏をどうやって聞いてるかっていうと、その下に置いてあるスピーカーか、うん、イヤモニかみたいなところで、スピーカーだとどうしてもその他の音に負けないようにでかく出しちゃうんだよね。そそ、うん、そうそうそう で結果的にそれは結構耳がやられる人が多いからそのだからイヤモニっていうのは普通のなんていうのかなあのか家庭用というかリスニング用の皆さんが持ってるイヤホンとかとちょっと違って、うん、ちゃんとあの耳型を取るんだよね、うん、そう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 ,そうなんか粘土みたいなやつでを耳にぶちゅそうそれそう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  なんかね、うんうん、そう、作り直して、だから自分の耳にスポッてはまって、ぴったしはまるイヤホンみたいなのを、えー、と、まあ大体の、そういう大きいところでやるミュージシャンの人とかね、作ってやってるわけなんですけど、うんうん、そうそうそう、どうでしたいやー、なんかね、いろいろ聞かされちゃって、うん、<laughs> どういうこと聞かされちゃって <laughs> い,いやいや、いや、もうあの安いのにしようと思ったのよ。 別にまあそ,そんないいのじゃなくてもいいかなーとか思って行ってまあ某そういうなんか専門店に行ったんですよねでしたらあこの間今ね今ね井口君はこれだよみたいなやつが出てきて <laughs> あキング・ヌーのねそうそう悟るねうんそ<あ>したらやっぱいいわけよすごいすごいいいんだあでもちょっと高いなーと思って うん、ジョーキングヌーじゃないかな、俺と思って。<laughs> だけど、いいの聞いちゃうとさ、もう戻れないわけよ。うん、そう安いのに。そうだからもう、いいです、これ買いますってって、それを出して、<laughs> そうそう、出してきました。いいですね。え、どこのイヤホンとか言,言,わ言,言っちゃだめなんですか あいや、いいと思うけど、あの、ビジョンイヤーズっていうね。ビジョンイヤーズだ。ドイツかな、うん、う,んうん。ビジョンね、割と、イヤモニ界では高級な。うん。古いっすよね、そもそも。そうそうそう。なんかね、よかったあ。なんかちょっと、ちょっと鳴りが遠いんだよね。そうなんか、結構さ、それこそ、耳型取ってさ、ズボって入れると、結構、ビタッと耳元で鳴る感じあるじゃん。うんうんうん。それが、ちょっと、なんかちょっと遠くて、で、あとは、 そううい定位ってなんていうのそのうん、うん、ちゃんとどこに何の音があるかわかるみたいな、ね。そう,そうそうそう。そそうのひ広がりが、ダマに、音がダマにならないというか。うん,うん、うん、そ,うそうそう。まあそういう、まあだからすごい聞きやすくて。え、もしかしてエリジウムエリジウム買ったのエリジウムってなんだビジョン・イヤーズの。いやそそ、そんな名前じゃなかった。あ、そう。うん。そう,そうそう。だけど、あの、 ドライバー4つあ、なんかだんだん難しい話になってきちゃったな <laughs>。<laughs> ラジオじゃなくて雑談になってきちゃった <laughs>。そうそうそう。まあだけどなんかその、やっぱりこう、ライブでモニターするときとさ、やっぱ、えっ、ー、とー、普段使いの俺、一番大きな差は、うん、あの、ローだと思うのね。そうだね。 まあ、ベーシストだとちょっと違うかもしれないけど、うんうん、結局さなんか聞く時ってさリスニングの時ってまあ,ある程度「ロー聞こえた方が気持ちいいじゃん。だけど結局そステージ上で耳の中で「ローがでかいと他のが、うん、と混ざっちゃうんだよね。意外あとはやっぱりその低音ってやっぱ体がブーって震えてなんとなく聞こえてきたりもするじゃんアンプの音とかがさ。うんうん そうそうだからなんか割と下はすっきりめなやつにしようと思ってうんうんうんそうそうそうでもそれがいいよね俺もなんか今使ってるのフィットイヤーのすごい一番スタンダードなイヤホンを耳肩取って使ってるんですけどうん、うん、あのー、それもなんかこうベースがもっと出る版みたいなのがあるんですよ、うん、でそのベースがもっと出る版 をよくそのベーシストの人は使いますよって言われていろいろ聞き比べたんだけどなんかねそのまいらないんだよなあそこはって感じだった個人的にはやっぱりそのね感じるローって体感でも感じるから結局ねイヤモニで重要なのは自分がどういう旋律をやってるかっていうことを聞こえるのが一番重要じゃん。 でベーシストでもやっぱりそのスーパーローとかウルトラローみたいなとこよりは、うん、もうちょっと上の方がちゃんと耳中で聞こえてれば適切な演奏はできるんだなっていう感触でうんそうだよね、うん、そうそうそうからまあそうね外音はもうだ染野くんとかね、うん、PA にがっつり下を出してもらって迫力が出してもらって、うん、自分たちはもうちょっとスッキリした環境で 引いててるっそうそうそう。いやでもなんか面白いね。モニター、まあ、イヤモニだと特にさ、うん、そのもう、何て言うの、人がどうやって聴いてるかってもう知らないじゃん、例えば。確かに、あの、そう、うん、そうなんですよ。あの、例えば、文句だと、俺は綾武がどういう世界で自分のが弾いてるのか分かってないから。うん そう、それ面白いね。そうそうそう。それ面白いよね。面白い。でも、俺なんて、ひどいときだとさ、ほぼ自分の音しか聞いてないときとかあるから。あ、そうか。そうそう。やっぱりなんか、その、生楽器ってさ、自分の音がめちゃくちゃ聞こえないと、頑張っちゃうから、フィジカル的に、アンプで上げるとかないからさ。そうそうそう。だから、割と、み皆さんがすごい小さくて、 自分の音が結構でっかいっていう、うん、まあバランスでねバランス的に相対的にでっかいっていう状態でやることがすごい多いからああなるほどねそうそう,そう俺は多分比較的その、うん、い,いつも音楽聴いてるぐらいのバランスで聴いてる、うん、ああなるほどねあのベースをでかくするとかあんまなくてうんうんその多分 いつも聴いてるぐらいの曲のバランスの中に自分のベースがいてみたいな、うん、そんな感じ聴いてるかないつもはい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 そうそう,そうだから結構ね、はい、そういうなんかほんと自分のプレイ目線で聴く人となんかそういう CD 聴いてるみたいな気持ちで聴く人とうん、うん、割とそのなんかライ,ライブ感を大事にしたくて結構結局イヤモニだけどバックンで聴いてる人と,とかいろいろな人いそうだよね そうだね。うんうん、まあ、それは人によるだろうね。ねえ。なんかでも役割にもよるよね、そんな。ああ、確かにね。安藤くん、うん、君とか、ウォンクでやるときはね、ソロバチンと出てもらうとか、うん、そういうことだから、なんか自分のね、プレイのダイナミクスを大事にするみたいな。ああ、まあ、そうだね。そういうとかあるけど、ね、俺とか、いろんな楽器やったりとか、ウォンクだと、うん、まあ、ベースが、その、適切な感じで出てるかってすごい気になるから、

ヤモニカウォンクそうだね。なんか新たはあのヘッドホンでやってる時もあるよ。ああ、そっかそっかそっか。そうそうあてかそれこそコーラスするから耳でやんなきゃなーみたいな話してたね、この間ね。うん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 。はい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 。<う>なるほど。まあ人によって違いますね、そこらへんは、ね。ね あとね、買い物話で言うとね、最近ねあの、ウォンクにも持ってたけどね、銀銀のサックスを買ったんですよ。あ,あ買ってたね。そうそうそう。あれー、かっこいいですね。銀のサックス。ねえ、かっこいいよね。シルバーアクセだよね、完全にね。なんかね、そう、そんな感じ。あれはうどうなんですか最近、なんか、いやいやいや、まあやっぱりね、新品だから、 うん、なんか不,不思議なもんでさ、なんかやっぱし、なんていうの、まあ、何の楽器でもそうなんだと思うんだけどさ、やっぱりなんかさ、使っていかないと、こう、抜けないみたいなのってあるじゃん。うん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 。ならない、抜けないみたいなのって、あんまギターベースがあんまないのかな。まあね、エレキ楽器はそんなないかも。んかうん。 アコースティックはあるじゃんアコギはあるよ、ね。うん、うん。うん、そうそうそう。まあサックスもやっぱりなんかね、こう吹き込んでいかないとやっぱりならないっていうのはあるから、まだ育て中って感じなんだけど、そうそう。で最近ね、そのね、新品のサックスをいろんな現場に持ってって、こういろいろ、なんていうのかな、この感想を聞いてるとさ、なんか面白いことがあって、 何、あのー、だろうなあの外人っぽいねって言われるわけよ。海外の音が。作詞が。音ってことね。それは何でだろうと思って考えたところ、うん、だ今割とまあまあ例外はあるんだけど何て言うかなあのビンテージ楽器っていうものにこだわって。 ててる人が日本にに圧倒的に多いっていうああそうだね確かにあの割とそれどの楽器サックスだけじゃなくてどの楽器もそうだよねそのヴィンテージ楽器あ、うんうん、まあ俺は前々から言ってるけどヴィンテージ楽器は過大評価されてるなっていう俺の中の意見があっ一個人のねうんうん、うん 新品の方がええよって思想の持ち主なんですが <laughs> 僕はねでも日本だとサックスだとね、うん、セルマーのマーク何とかねそういうのもう生産されてないけどみんなそれがいいって言うよね、うん、そうなんだよねそうそうそうでだからなんか結構ニューヨークの人とかとそれねガイ,ガイタレイと呼ばれる人たちと話してるとさ うんうん、なんでヤマハがあるのにセルマ使ってんのみたいな日本にはヤマハがあるじゃんみたいなさそう,そういう感じだよ向こうのノリとしてこれ一番いいじゃんみたいなそう,そうそうそう,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 そうだからなんか割とまあ要するにこうあの新品で、うん、ラッカーがはげてなくてあの、うん、キラキラの楽器の音、うん、っていうのが割とその ニューヨークとかそういうアメリカの海外の人の音するねって言われるっていうことはまあ割とみんな向こうの人は新品の楽器を使ってるんだぞっていうことなんだけどああそれはあるかもしれない、うん、なんかそのまあサックスとかね生音が重要な楽器はね、うん、もちろんその例えばヴィンテージじゃないと出ない枯れた音みたいなのはねまあねまあそれはもちろんあるねもちろんある しでも不思議だよね。だってさ、作ったままの音がいいと思って作り手作ってるはずだよね。うん。違うのかなそうだね。なんかそれ不思議だよね。だから、そ,うそのね、だってセルマーの枯れた音みたいなのが、ヴィンテージのセルマーの枯れた音がいいってされてるなら、うん うん、それを新しい状態からそれが出せるサックスを作ってもいいもんだけどね。ああ、まあだからまあなんていうの、そういう意味では、最初からラッカーのないモデルとかあるけどね。はい,はいはいはい。アンラッカーみたいなやつとかね。はいはい、うん。まあでもだからみんな、やっぱどの楽器もやっぱり全部、そのク6のとかの、の人気のヴィンテージのコピーではあるんだよ。今の現行ともなるほどなるほど。うん、ではあるんだけど、まあなんかまあ、 やっぱつ作り方が違うというかまあ、昔のはやっぱ1個ずつ手仕事で作られているのがやっぱ大量生産になって工場になったりとかあとはもう材質がもうないとかね材料がなくなっちゃったとかまあ、なんかそういうこととかまあいろんなことがあるんだろうけどあと今の方が多分ね精度がいいから雑味がないっていうね噂も聞いたああなるほどなるほどそうそうまあ、だから要するにさあの 何サックスと管楽器ってさそのプラスってなんだあれ真鍮うん、うん、をさこうハンマーで叩いてさ、うん、丸くして筒にしていくわけじゃんそうそうなんだけどまあそれのそのなんていうの職人さんがカン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 トンカチで叩いてやるののまあ精度が昔の方が低いから何ていうのなんか、ね、なんか細かい話なんかその 分子金属の分子の配列とかがうん、うん、結構、なんていうの、ムラがあるんだって、昔の楽器ってなるほど、ね、だから、なんか楽器に音を出したときに何とも言えない、こう、ま、楽器としてはレベルが低いといえば低いんだけど、な雑味とかいろんな倍音が出るみたいなのがあるらしくて。はいはい、あでも、そうだよね、その、あの、ちょっとだるい話になっちゃうけど、うん あの音って例えばド,ドってう音を出したときに、うん、それはドって認識してるのはどの成分が一番多いからなんですよねそうそうそうそ,うそのドを出したときにその音の中にどの成分が一番多いからみんながドって認識するわけで本当は他のド以外の周波数もめちゃくちゃ鳴ってるんですよ、うん、そうそうそうんか和音なんだよね本当はね,ねそうそうだから一音出してでも絶対他の音も鳴ってるけどっていうその、うん まあ倍音の構成が、まあ、めちゃくちゃな構成の方がなんかちょっと複雑な音が出たりとかね、うん、そういうことはありますよねそうそうそうまあだ結果的にその音の太く感じるみたいなの,のところにもつながってくるみたいなねだからねそう,そうでそうだから、うん、最近の楽器になればなるほどやっぱ精度が上がるから、うん 逆に言うと音は結構つるっとしててうううんんんちょっとだからそのヴィンテージの人からすると物足りなく感じるんだろうなぁとは思うでねうんうんうんそうそうそうまあそう面白いことだよねなんかね確かに技術が進化したせいでみたいなうんうん、うん、それねでもギターとかベースもそうだよねそのねよりこう倍音構成がその気温に近ければ近くなるほどそのだからうならうに だけが出るような精度の高さを持っていくと、うん、なんかはこのベースちょっと味ないなみたいなこと言われたりするよね。うん、そうそうそう。不思議だよね。不思議だよ。でも和音を鳴らしたときは絶対にそっちの方が綺麗なはずなの。よまあまあそうだね。確かに。そう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 。っていうかさあね、うん、いややっぱり俺はどう考えてもそういう倍音構成がいいのであればそういう楽器を一から作ってくれようと思っちゃうね。ああそうね。 そう、なんか、そう、なんか、んかわざわざ昔の楽器を高値でこうやり取りするみたいな、うんね、市場よりは新しいものがどんどん新しく良くなって売れていく市場の方がなんか健全な気がしちゃう。そうだね。うんうん、確かにね。そうそうそう。まあ不思議だよな。不思議な,<う>思議なもんですね。そうなんか昔のものに勝てない。な勝てないのか、やろうとしないのかわかんないけど。 まあまあまあそんなことがありつつ、うん、そうですねそろそろ質問を回収していきますか回収していきましょう、はい、なんだかんだ,よ、ま、だ2時間 <laughs> 2時間経ちましたねもう綾や系の番組終わったんじゃないですかきっとああ終わったんですかね ね、なんかあれも面白そうな企画だったよね。ねえ。ね、BGM はいつからかみたいな話だったよね、確か。確かに BGM ってやべえ文化だよな。まあそれはあやたけの番組聞いてください。<laughs> <laughs> <laughs> あのでもね、文句にでもたびたび BGM ってどうなんていう話めっちゃ出るからね。うん、あとそれこそさ、この間 KEF のさ、 インタビューのあー、まあ、まだ出てない後編の方でちょっとそれにも触れてるんだけどうううんうん、うんそれにちょっとまつわる話をするとなんか例えばさカフ,ェカフェジャズとかあるじゃん今ってある、ねうん、だけどなんていうのあの最近さ飯食う時にさエアポッツ外さない人たちっているじゃんであれがどんどん進んでいくとううん、うん もうなんていうての、あのな例えばその居酒屋はジャズとかさみたいな、うん、そういうなんかカフェはボサノバとかさはい、はい、そういうのが崩れていくことがあるんじゃないかみたいなさはい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 、はい、そうそうやっぱ焼肉食ってる時はメタル利かないとやっぱ飯進まないよねみたいな <laughs> そういうなんか新しい人類が確かに 生まれてくるのではないかみたいな話をね、この間ちょっとしてて、あえたけと。面白いね。<laughs> いや、なんか、俺が、その多分、あえたけの番組でこういう話が出てるかどうか分かんないですけど、うんうん、あの、言わせてもらうと、うん、俺はね、個人的に、その、BGM が適当にかかってるお店、 うん、これはかなりテンション下がります。ああ、なるほどね。うんうんうん、あの、まあ、これどうせジャズスタンダードのラ,、うん、あのラジオつけてんだろうなカフェ。ジャズスタンダードのなんか適当に流れるやつかけてんだろうなラーメン屋とか、それあんじゃん結構。あるね。もうさ、ガン下がりしますテンション。わかるわかる。なんか、 ね、だし別になくてもいいなって思うことも多々、うん、かなりある、うん、まあだからそのなんかねそのお店側にその自分の空間プロデュースとしてそこまで気を配ってほしいなと思うよねいや思うし、うん、あのそういうのをそのいやこれちょっとあれか <laughs> いやなんかまあいいやいいわ <laughs> でもあるやん、なんか,なんかせ,せっかく、あーこれ、なんかそれこそ例えばさ、家の近くの近所の飲み屋みたいなところとか、バーみたいなところちょっと開拓しに行こうと思ってさ、うん、こう行ったりしたときに、ああ、ここ音楽もうちょっと頑張ってたら来るの、通うのになーみたいになったこととかはあるわ。あるよねー。うん、あるよねー。そうだから、そううん、なんかね、マジで。あのうん 内装とかと同じレベルかね考えた方がいいっすよっていうねことだけはやっといた方がいいっすねうん、うん、はいじゃあ質問回収していきましょうはい何かありますか、えー、いっぱいいただいております、えーはい、今からはインスタで事前に募集した質問にちょっとパラパラと答えていきます、はい、好きなアニメを教えてください好きなアニメだー 好きなアニメか。何いや俺は好きなアニメはこれ難しいね。でも心に残ったアニメって言われるともうオールタイムベストで回るピングドラム。あ知らない。あ,あ、知らないか。回るピングドラムね。うん、今あの映画もやってますけども。えー、回るピングドラムが一番好きかな。 うん前。前なんかのインタビューでも答えたかもしれないな。お俺アニメ、アニメってさ、うん。はま、あんまりガッツリはまったことないんだよな。うん、あ、そう。そうエヴァ、エヴァかなああ、はいはいはい。はい。うん。エヴァ、エヴァの何,何、どこら辺が好き いややっぱりなんかその中二病の時に中二病が刺さったみたいな感じだよねあなるほどねそうそうそうやっぱりなんかあの結構強烈にそのまあ本当にそそおシンジ君ぐらいの時に十四歳とかの時に見て、うん、なな,なんかまあだからあのあんじゃん <laughs>、うん、あるねまあ、あんのさんがそういう人だからさそうだね でなんかエヴァが好きな俺みたいなふうにもなっちゃうし <laughs> <laughs> そうだねまあその多感な時期にああいう作品をねそうそうそうはいはいなんかちょっとこう難しいものアニメだけどなんかこうみたいなねうんそうそうそうなんかまあだからそういう意味では一番こうまあなんか DVD とかも持ってるしうん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 一番まあアニメの中では見たかなはいはいはいうん あのマールピングドラムぜひね見てください。それはこれもでもね、まあ中二秒に中二秒が刺さるといえば刺さる。うん、うん、それ何そのいつ頃見た見てそのオールタイムベスト入りしたのあ、でもそれは大学生の頃かな。お<ー>でも、あの、うん、すごいね。扱ってるテーマはもうすごい、うん、なんだろう、ヘビーな。 ーテーマなんだけどそれがめちゃくちゃポップに描かれてて、えー、ちゃんと見ようとしないとそこに気づかないだけのポップな楽しいアニメとしても見れる。うん、なるほど。うん、えっ、ー、とそうねどういうアニメかって言われるとそのね あらすじままで、ああんまりあらすじを話してますね。まあまあ、面白くないかもしれないですけど。見ます、見ます。うんまあ、あの、うん、そう、面白いです。はい、見ます、見てみます。はいそうなんだよね、アニメね、アニメ、もう子供の頃しか見てなかったから、大人になってからあんま見なくなっちゃったんだよね。 最近だとオッドタクシーめちゃくちゃ良かったねああなんかいい聞きますねうん最近俺は呪術と鬼滅見ちゃったなーって感じだねああいう頭空にして見れるやつもいい、ねうん、あとだから俺あともう心に残ってるアニメっていうとさ、うん、もうマシン英雄伝渡るとかなんだ <laughs> 新英雄伝のあと懐かしすぎる <laughs> <laughs> もそれぐらいの頃よ、俺がアニメにハまってたのって、うんいや。この時代の絵ね。うん、これね。そうそうそう。あるな、この。この時代のこの絵ね。うん、あと、あの格闘系のガンダもあったじゃん。なんか、なんだっけ。みたいなやつとか、その辺だ、ねまあ。あと、バーサスナイトラムネアンドフォーティファイアーとか、そういう時代ですよね。はいはい。 じゃあ、なんかまた次の質問いきますか。はい。じゃあこっちから出す、えー、あ、こうの出うん、うんとね、どうしようかな。あ今日は、まあこれ、まあすぐ終わっちゃうんだけど、うん、なんか対面かどうかを気にされてる方が結構多くて。今日はリモートです。今日はリモートです。前回は、そっか、前回、その、そう、自転車で来てましたよね、みたいなのがあったんで、うん、そうそうそう。今日はのんびり。 家から前までね、ちょっと家から俺がゆっくり配信できる設備が整ってなかったんですけど、<laughs> うんうん、そうそうそう、今日はまあリモートでお届けしております。はい,はい。えーっと、ミグラトリーバードの空間感すごい。他のアートレスの曲もこんな感じですごいんですか、えー、これはウォンクの話ですけども、うんえー、ミグラトリーバードはね、そのドルビーアトモスとかで、 配信してるけどアドレスの中では一番控えめかもしれない。<ー>なんで他はもっと空間を感じる作りになっているんじゃないかなということでこう期待5月1日アドレス聞いてくださいということでね。はい。はい。あじゃあねさっきの結構なんてあの,のなんだ ?BGM 問題が近い話で。はいはいはい ドライブデートで相手の選曲が壊滅的に自分の好みと合わなかったらどうしますかっていう <laughs> いやそれはね <laughs> 関係値によるでしょうねまそうだねうんあの1回目のデートだったら絶対何も言わないもん俺ああそうねえ言う いや、うん、なんかでも、なんか俺は割と車を運転する立場にあることが多いでしょ。うん、まあ、そうそうそう。で、そうなると、やっぱりなんか、運転する方に選ばせてあげたいなって思っちゃうわけ。うん、うん、うんうん。うん、まあ、助手席に乗ってるやつは我慢して、景色見てろと。うん,うん。うん そう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 って思っちゃうからまあ自分が運転する側だったらまあ自分が選ばしてもらうしう,んうん、うん、そうそうでまあ自分が助手席にいるんだったらまあ隣の人運転する人がまあキャプテンということでうん、うん、あのまあ聞きたいものを聞いてもらってホ、うん、ーンって思いながら行くって感じかななるほどねうん、うん、なんかでもそれ壊滅的に悪いっていうのはもうそれはさ、うん、戦争じゃんまあまあまあ そのね、戦争だよね。これはもうどうしようもないですから、うん、やっぱりそれはね、時間をかけてこう、価値観をね、こう,こういうのはどうみたいなね。そう、共有していく時間をかけた方がいいからね。一、うん、回目だったら絶対言わないね。と思います。そ<う>ね、<laughs> <laughs> 面白いな。 確かにね、まあだからそのドライブデートの時で、車って大体音楽かけますからね、まあラジオの人もいると思うけどね、うううんうん、うん、うん、まあ確かにそこで、なんじゃこりゃみたいなのになることは、まああるんでしょうね。なるほど。さあじゃあ井上さんどうですか。えっと、新譜でよく聞いてる作品はありますかとか、最近聴いてる音楽は何ですか新譜で教えてくださいとか。 最近何聞いてるかないや僕最近あの近しい人の作品ですごいいいなと思ったのは、あの、坪坂くんの。はい、ああ、はい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 。あのね、坪坂くんっていう超素晴らしいジャズピアニストがいるんですけど、うん、あのあと、クレナちゃんとやさ、ね、そ,うそ,うそうそう。二、うん、人組のね、ソラヤっていうね、ソラヤ、うん、ソラヤっていうなんか二人組でやり始めたバンド。 うん、ユニットの曲めちゃくちゃ良かったなねえ、なんか思ったよりジャズっぽくなかったよね。ジャズっぽくないっていうか、なんか,そのなんかしっかりポップするやつだよね、うん。でも、坪坂くんソロ作品がさ、なんか一曲だけかなり結構前に出してたから。あれもシティポップみたいな、ね、そ,うそ,うそ,うそうそう。なんかその系譜で、とても良い。とても良いし、うん やっぱりね、さすが一筋縄ではいかんっすねって感じ、うん、さすがーって感じだったううんうん、うんうん、あのいい、ね、皆さんなんで聞いてみてください坪坂くんのそらやすごい良いです俺はね最近ね何聞いてたかなーあーまあめっちゃジャズなんだけど、うん えっと今年の4月に出たあのジョエル・ロスっていうあのー、ビブラフォン奏者がいて若いジョエル・ロスのアルバムが4月に出たのでそれを結構聞いてるかな、うん、ビブラフォンってさいいんだよねなんかあの落ち着くというか <laughs> ああああなんかこう癒し効果が結構強くて はい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 そうそうそうジョエル・ロスの、ね、こうあの一番私いタイ,タイトルなんだっけなちょっと調べようフ o a じゃなくてかなりの次か ?The Parable of the p 新しい方だ、うん、なんか絵,絵,絵が描いてるやついいですよねジョエル・ロスこれ、ね、聞いてますね、うん はい、はい、どうぞえー、じゃあカジュアルのやつ学生時代、はい、お弁当に入ってると嬉しかったおかずは何ですか何 <laughs> でしょうねえー、まあ揚げ物だなベタから<ー>揚げとかとんかつとか入ってると嬉しかったっすね 俺はね、こう銘柄まで指定するなれば、シャウエッセンだね。<laughs> シャウエッセン。うん、シャウエッセン美味しいよね。美味しいよね。あのね、シャウエッセン、うん、最近でも食べるもんね、結構。うん,うん、やっぱ食べるよね。うん、意外と高えんだなって思うよね。自分でスーパー買いに行くようになって。確かに確かに。あと、大人になって思うのは、シャウエッセンをタコとかにするなっていう。<laughs> あ,のあれはあのままが一番おいしいんだっていう気づき、うん、そうね切ったりするんじゃないよっていうのを気づきでした、うん、いやだけどさシャウエッセン結構さシャウエッセン歴だがまあ長いからこその気づきがいろいろあってあのー、意外とさ外の皮が焦げてもさ芯が冷たい時とかないあいや俺はあもうボイルボイルセンなんでああボイルあなるほどねあそう<お>りい 焼く人だからえ黄金の3分間じゃないのあ,あ違う違う焼く焼く結構、えー、あのバリバリに焼いて食べるマジか俺はもう、うん、黄金の3分間盲信 <laughs> し,してるからさ <laughs> なるほどね、うん、そっかそっかそっかあ,あ俺そうだなボイルで食べたことあんまないな今度やってみようえう裏ちゃんと読んでるあ読んでない <laughs> いやシャウエッセンは裏ちゃんと読んでよ <laughs> 裏にちゃんと書いてあるんだからあの3分間茹でます <laughs>、うんうん、これを黄金の3分間と呼んでますっていうことはちゃんと書いてあるんでねああはいはいはいそうかそうかそうかそれは,は、うん、全く読んでなかったわ見てくださいはいボイル推奨です、はい、<laughs> そうかそうかなるほどはいじゃあまあ揚げ物とシャウエセンでしたはい、はい、えっと よい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 よ,いよい、いろいろあるな、たくさんいただいて。うん、えっと、まあ、ゴールデンウィークの話はね、さっき聞いたんですが、うん、えー、あ、これ面白い。同僚3人で独立しようかとこっそり動き始めました。<ー>起,業起業する上で大事なことは何でしょうかお<ー>これはですね、うん。 あの決めることを決めておくってことは重要だなと思いますねああまあだからその約束事みたいなそうそうそうあのエピストロフっていうこのレベルはウォンクのメンバー4人が役員になっていてでアーティストは社員ではなくてそうそうだから俺はね社員じゃないもんねそうそうそうだから別にアーティストはただただ ね、一緒に関わって音楽を作ってるだけで、うん、その社員っていうのはまあ明確に手伝ってくれてる人はねもちろんスタッフでいるけども、うん、まあ役員は4人でやってるという体制で、新たが社長なんですよ、うん、ドラムの。代表取締役。代表取締役社長。うん、で、他4人はまあ普通の役員なんですけど、んだろう、その物事をこう、 の議決を取その、まあ、も各自持ってる票数があるんですよ、その役員で。で、その、票数を新ただけ1ポイント大きくしてる。ああ、なるほどね。っていうのは、まあ、その、何新たの会社で、新たが社長で、うん、まあリーダーとしてやっていくわけだから、うん、何かこう、意見が割れたときは、 ちゃんと新たな方が従うよっていう、うん、そこはねなんかまあそんな別にそんな議決権で争ったことないですよ、うん、エピソードはもちろん、うん、だけど何が起こるかわかんないから会社ってまあまあそうだねそうどうね誰がどうなるかって全くわかんないし、うん、そのね友達と会社を始めるってビジネスになった途端ちょっと難しいこともあるだろうからまあねそれこそねそういうなんかああいう 何付き合ってみたら、ちょっとこういうとこあったみたいなね。うんうん、同棲したらこういうとこあったみたいな、そういうのってね、まあ、どんな仲が良くてもありますからね。そうそうそう。だから、うん、なんかね、もちろんね、そんな揉めないことが一番ですけども、うん何ね、ビジネスやって、それがみんな生きる糧になるんだったら、うん、それで何が起きてもおかしくないんで、決めることを絶対に最初に決めといた方がいいっすね。やっぱりこう すっぽかしたら寿司みたいな、ね。まあそう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 いう。まあそう,そうそうそう。<laughs> 仕事飛ばしたら寿司おごるとか。うん、そう。責任と権限の明確化というのはね、うん、やったほうがいいですね。なるほどなるほど。ほどはい。すごいな。これは本当に起業した人からのアドバイスでした。はい。 これも、まあちょっとこれ一個、うん、あのボルヘさんが6月にそっちに行くので、はい、飲みましょう,うだってあいいっすね,ねい,いつかちょっと後で教えてくださいねえなかなか会えないもんね関西チームね,ね,ねこれもね、ダーマくんは時々会うんだけどねうんうんうん、うん、そうそうベシャさんとボルヘさんなかなか会えないんだよね とは何かあるかな <music> 安藤さん菅さん共通して物事がガーッと進む時とパッタリ止む時があるように思えますがなんかに<ー>似てるのでしょうかみたいな <laughs> そうそんなことあるかな <laughs> 分かんないけどどうなんだろうねまあでもだからその まあ皆さんが見てるのって結構だからさ SNS 上の人たあ、ね、うちらだからはいはいはい、はい、まあだから SNS にぱったり何も上げなくなってもガーってやってるってことはあり得るからねうんそう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 ねなんかあのまあ安藤くんはね常にその前に出ず出る人だからうんわかんないけど俺,俺はどっちかというと 半分裏方仕事なんで、うん、なんかその、このテレビに出ます、このラジオに出ますっていうのはね、ケント・ナガやね、うん、綾武沢紀にお任せしてるんで、うんうん、まあ、ね、そういう人たちに比べたら、そのみんなにお知らせすることっていうのがね、あんま、うん、ナッシングってことなんかな。 まあ、あとでミックスとかやっててもさ、なんかそリリースまで言えないこととかが多分多いじゃん。ああ、そうだね、そうだね。うん、だからなんかその、でまあ、リリース時期とかが重なったりするとさ、そのなんかあれが出ました、これが出ましたってわーって言って、で、また静かになってみたいな風に見えるのかもね。ああ、かもね。うん、そうそう,、まそうだ。だから俺は基本的にね、 そのゲームの音楽作る仕事も、ウォンクとか周りのアーティストの仕事もね、発表する時期にガッと発表されて、うん、でその発表されてない時はもう裏でもの作りしてるってタイプだから、あんまりそういうことなのかもしれない。そうそうそうまあだからまあ、ね、SNS で見えないところでもいろいろしてますっていうことですね。うんまあ、あと純粋に SNS 武将なんですね、僕は。 なんか何回か頑張ってみようみたいな時もあったよね、なんかね <laughs>。<laughs> まあまあまあ、うんうん、そうね。な、なんだ、頑張ってみようとは思ったけど、うん、なんかね、やっぱりちょっと SNS と自分の相性が悪いね。うん、なんか、うん、悪いです。<laughs> なんで、まあやれるだけやってるぐらいの感じです。うん 続きましてはい長野県の思い出を長野県の思い出ね長野県はでもリンゴ音楽祭とかああそうですね あれ、リンゴ音楽祭って安藤くんいたいた。あれ、あキングヌーと同じだ,だよね。そうだよね、そうだよねあ。あの時は面白かったね、結構ね、いろいろ。<laughs> ね、うんうんうん。あの、確か、ウォンクの前、前後関係なかったっけなんか前の前ぐらいがキングヌーだったね。ね前、前だっけね、なんか。 サウンドチェックで東京ランデブル弾いてる動画、俺がストーリーに上げた覚えがある。あそ,うそ,うそ,うそうあの、和樹くんとね、ダブルベース。というか、そう,そ,うそう。隣にいたよね、和樹くん。そう,そう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 。あのいい思い出です。<laughs> うんうんうん。うありましたね。そんなことがありました。長野県ね。長野県はね、俺はね、あのね、 白ソ高原っていうとこがあって、はあ、名古屋から車で3時間か3時間半ぐらいでそこがねすごいあの本州で一番星が綺麗に見えるっていうとこなのよへえー、そうそうそこにね結構好きでねあの結構大学生の時に何回も行ってさへえー、そうそうそう,う野郎だけとかでもまあなんか,そ、まあ、なんかみんな車だとさちょっと 走り合ってわけじゃないけど、なんかそのちょっと山道ビューって走ったりとかするのも好きだったから、そうそうそう、そう、それでなんか行ってね、その白潮高原っていうところをね、めちゃくちゃすごい、それ流星群のときとか行くと、もう願い事そんなにないですっていうぐらい流れ星見える。へえ、すごい。そそそうそうそう、っていう思い出がありました。<laughs> あと何かあるかなえー、大学のサークル時代の一番ぶっ飛んだ思い出は何ですかいやこれは俺はちょっとあの放送に載せれる載せれるものは ぶっ飛んでないって前もどっかで言ったんだけ。ど <laughs> 載せれるものはぶっ飛んでないんですよね。まあね、そうだよね。ぶっ飛んでるものは言えないからね。そうですね。うん。うん。<laughs> あ、でも、あのバンドの掛け持ちをめちゃくちゃしてて。お<ー>もう、だから。 一日ライブで30曲弾くみたいな日とかあったう。うわ、大変だ。そうそうそう。れだけ頼りにされてたんですね、きっとね、サークル内で。うん。それぐらいね、やってたかも。俺はねー、あのー、あれだわ、あのー、 サークル会館みたいなところに泊まれたのよ。はい,はいはいはい。はい24時間練習できるサークル会館みたいな。まあ、田舎の大学のサークル入ってたから。あって、うんうん、でも。な、1、2週間とか泊まってたね。え<っ><で>じゃない、演奏であーいやー、っていうか、なんかその練習<ー>で、なんか、あのー、 なんかこう練習時間終わってで、とりあえずあのスーパーに行って食材を買って鍋とか作って友達とうん、うん、で、食ってで、その飯代をかけてマージャンを1回戦というかまあ半ちゃんぐらいやってそこからまたみんなおのの練習しに行ってみたいな。ああ でもまあ割とあの段ボールとか敷いて寝るみたいなのを1週間とか2週間とかいやすごいねやってたっていう真面目方向のまあややばい話みたいなのがそんな感じかなやばそれはやばい、うん、そうそうそうえー、っとえー、あこれにしようかなこれいくつか来てるのを内包してる質問なんですけど、うん、えー お二人ともおしゃれな洋服をたくさんお持ちかと思いますがもう着なくなった服はどうしてますかとか服に関するこだわりを教えてくださいとか服はでも井上さんですねやっぱりねそうですね僕はでも服は意外とね、うん、捨てたりはあんましてないかもあ,あ俺もそう、うん、服めちゃくちゃ持って 出ると思うんだけど全部ねサマリーポケットに送りつけてる。あ倉庫みたいなあんじゃん、ダンボールで預けられてクリーニングもしてくれるみたいな。サマリーポケットにダンボール詰めにしてシーズンごとにとか引っかして、うんで。そうだね意外とでもぜ幅広く全部着てるかもなとは思うけどね。うん でも割と物持ちよくて、そうそう、そそんなに捨てたりしてないね、どうしようもないものだけ捨てるみたいなのはあるけど、なんかあの、メルカリとかもやってみようかなと思ったんだけど、まあやっぱりちょっとあれこそ武将でやれないねう。んうんうんうん そうそうまあ、服のこだわりはどうですか、井上さん、最近ね、割とセットアップが多いですけどあ、そう、最近、だから、その、上下でセットアップとか、なんかスーツスタイルのとか、ジャケパンスタイルのものをこう作ってくれる、うん、まあ、方がね、いて、うん、だから、本当になんか服買わなくなったね、うんその人に、今季はこういう感じに。 しましょうとか言われて、ああいいっすね、ああいいっすねみたいなこと言って作ってもらって。ああ美容院みたいな感じだ。だから本当になんか、あんまり買わなくなったかな、昔と比べて。ああその人にと話してお任せって感じ。うーん。でど。俺もそんなこだわりないけど、なんだろうな。まあでも、俺は逆に言うとあんまりこう、 あの背伸びはしないっていう感じかな <laughs>。ああ、でも安藤くんのそのなんか決めてるスタイルって割とそのままよね。ままっていうか、んつうのあの、うん、安藤くんがかっこいいと思ってるままのかっこよさよね。うん。うん、確かに、その背伸びしてない。そうね。感じよね,ね。うんうんうん。まあ、それぐらいのこだわりしか持ってないかな。うんうん どてとあとなんかあるかなーあーまあま最近料理してますか何作りましたかみたいなのが来てますね。あー料理めちゃくちゃしてるな、俺は。日々してるな。何が最近のヒット商品はつい昨日は。 カニクリームパスタおおすごい。とかあとは何だろういや日々作ってるからな。<ー>あと納豆チャーハン最近の,あの納豆チャーハン作ったんですよ。あなんかちょっとバズってたやつあいやいやあいあの全然それじゃなくてああああつい一昨日とかぐらいにあの 完全オリジナルで納豆パスタ<ん>、納豆チャーハン作ったんだけど、うん、これちょっと美味しいんで皆さんにシェアしますね、作り方を。教えて教えて。あのまず、うんあの、炊き込みご飯を作るんですよ。おえっと、醤油と、うん、えー、だしの、うんうん、まあ、鶏ガラでも。 魚僕はもうん、うん、もあの前日に作ったラーメンのスープがまだ残っててうん、うん、そのラーメンのスープがちょうど魚介と昆布としいたけとかでとっただしと醤油のベースのスープが残ってたんでうん、うん、それで,でちょっとだけ油を入れてご飯を炊くとですちょっと水少なめで炊くとうんでそうするとなんか シャッキリで油でコーティングされたちょっとパリッとしたご飯ができる。炊き込みご飯っておこげしたつくじゃん。ああ、いいね、好き好き。そうそう。で、まあそういう感じの茶色いベースのご飯ができて、うんで、その次の工程は納豆をフライパンに入れ油してたフライパンに入れて、うん、そのネバネバが切れるぐらいまで炒める。ほう,ほうほうほう。 そうするると,とコロコロロになるのそうそうコロコロになったりちょっとこうなんかこう焦げてくるんですよ<ー>表面が。うんうん、でその焦げがちゃんと焦げついてそれで、ね、納豆は混ぜてからフライパンなのそれとそのままパックからじゃあって入れちゃうの、まあ、そのままあははいはい、はいうんうん、そのまま入れて割とこう、うん、フライパンに焦げつくぐらいにちゃんと炒めて。うん ある程度こう粘りが切れてきたらフライパンにその粘りが焦げになってこここびりつくんですよちょっとでそこにめがけてえっと、うん、卵溶き卵をちょっと半分分量半分ぐらい入れて、うん、そこでその炊き込みご飯も入れてチャーハンにする、うん、あうまそう、うん、こ,こうすることで、うん、なんかね納豆チャーハンなんだけど、うん その粘りがちゃんと焦げついてる分、すごい香ばしくて。美味しい。うん、あ、で、納豆はね、切っとくといい。切っとくか引き割りがいいですね。うん。なる,なるほど、なるほど。しそう。ぜひ、やってください。は、うん、い。俺はね、今日は、 なんだろうな、なんか、昨日が結構ヘビーな飲み会だったので、はいはいはい。あのー、うどんにあの、ささみ、ボイルしたささみほぐしてのっけて、あの、卵焼きみたいなやつ切ってのっけて、あの、冷やし中華みたいに。うんうん、で、あの、大量の大葉の千切りとネギと、 いりごまぶっかけて食うみたいなやつしたら美味しかった <laughs> シンプルなそうそうそうでもシンプル料理もいいよねうんそうそうそう割とさっぱりめにしようと思ってささみ買ってきてみたいな <laughs> うん、うん、料理ねまあ料理ねするよねそうね こんなまあもうすぐ3時間ですね。そうねちょっとお腹空すいてきたんだよな。うん、なんで今日もその昨日カニクリームパスタを作って、うん、そのカニがちょうどそのお正月の時期にちょっと届いた、うん、いただいた冷凍のカニが残ってて、うんうん、それをほぐして昨日パスタにしたんだけど、うん、まだちょっと残ってて。 うんうん、それをあのど、なんか、シーフードドリアみたいな感じにしたのを今、仕込んだから、それがね、まだ控えてるんですよ、後ろで。なんか、割とさ、手、込んだの作るよね、かんちゃんは。そうだね、あの、うん、だから、これ、ウォンクのメンバーには言ってるんですけど、僕、鍋とか嫌いなんですよ。おぉ、うん、調理工程がつまんない料理。うん、ああ、なるほど。 料理こっちはこの息抜きのエンタメでやってんのに <laughs> だから工程がこういろいろないと <laughs> なるほどねあ俺それで言うとさあれこれ前も話したっけあのさカップラーメンの具頑張る人の理解ができないっていう話よね <laughs> <laughs> はいはいはいしたかもカップラーメンっていうかあの札幌一番とか袋ラーメンかそうそうそうもう今日はこれでいいやと思って 食べるななら具なしでよくねえかって思うんんだけどなか一生懸命なん,かいやなんかやっぱ酢ラーメンだと寂しいからさとか野菜炒めとか作ってジャってのっけるとかさうん、うん、するじゃんする人いるじゃんだ<あ>、うん、からそのなんかすげえなってなる、うん、そのラーメンも献立になるというかさそのなんていうの立派な、うん、そ手抜きではないんだっていうのがさすごいなって思ったりとかするな確かに確かにあのそうね 確かに。俺もだから諦めた日はウーいーイーツよ。もうああ、なるほどね。だから、そのちゃんと息抜きとか趣味とか、うん、そのストレス発散のために、うん、その体験型エンタメとして、うん,うん、まあ料理することがめちゃくちゃ多くて。うん。だから、その時はちゃんと作んないと、つまんないから。ねうん、う,んうん。そうそう。 だからもう諦めた日はもうカップ麺とかも作りたくなくてああもうウーバーイーツなんだウーバーイーツそれはまあ確かにもう極論ですねそうそうそう,う,んうん、うん、なるほどいやいやいやまあそんなとこですかねはいちょっといろいろね他にも質問来てるんですけども、うん、あのちょっとインスタ上でねパラパラっと返信したりするんで、うん、えー そうですね時間、まあ、も時間になってきてしまって、うん、お腹もすきまくっているんで <laughs> まあ総括というか今後のことをまとめるとまずはキンキンは5月の4日にえっ、ー、と東京マップスあの六本木ヒルズのヒルズアリーナの無料イベントだね、はい、あれ、はい、にまあウォンクに僕も内包されて出ますと。はい、で えと11日にウォンクアルバムが出てラブショップには俺もウォンクもみんないてはいで、えー、ドリカムと戦って戦ってというか<だ>一緒に盛、ね、り上げてライブしてウォンクもツアーが始まり、はいえー、メルローは6月17日に、えー、ワンマンライブがあると。 うんね、あのこの間ちょっとちょい出ししたけどあの新しい T シャツがねメールロはありますんで。じゃ楽なんかしみにあのねあのハリウッドで売ってるやつみたいなやつね。<laughs> そう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 そみたいなそう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 まああれもありますんで、うん、ぜひいろいろまたチェックしてみてくださいはいえっと ちょっとスパチャできてる質問にはなんか答えた方がいいのかなっていう気になってしまって。お互い自分の担当楽器を選んだ理由は何でしょうかこれはえ僕はベーシストがいなかったからですね。あのギタリスト、元はギタリストでした。<laughs> ベーシストがいなくて、ベースをやりました。ああこれはなんだろうな、まあ、サックス吹きとしては もともとトランペットをやってたんだけどトランペットが大変大変な割にサックスのやつがソロ吹いて <laughs> かっこいいとこ持ってくから <laughs> やだってなってサックスになりました <laughs> 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 はいはいはねはいじゃあそんな感じで次もね、まあ、ナードトークちょっといつになるかは謎ですが、ね、まあシーズン特 番みたいな感じでね。またやりましょう。またなんかね、あのツアーの思い出話俺が聞きたいから、それぐらいとかにね。やりましょうかね。はい,はい。はい、じゃあ、そんなとこですかはい。はい、じゃあ、ここまでのお相手は、えー、メルローこと安藤ドコヘと。 えー、ウォンクのベーシスト井上でお送りいたしやした。はい。ではまた皆さん、いつの日かお会いしましょう。ありがとうございました。はい,い。バイバーイ。バイバイ。